富さん、こんにちは。2024合格基礎講座民法第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますはレクセン認定講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、合格基礎講座の民法全18回、これから始めてまいります。で、結構ね、長丁場になりますけど、ぜひ最後までしっかりお聞きになってください。で、まず最初にですね、使用する教材の確認をいたします。で、3点ですね。3点。まず1点目が、よいしょ、こちらですね、合格基礎テキスト、こちらをね、まず1点目ご用意ください。これに沿って講義を行ってまいります。で、続いて今度2点目ですね。2点目、こうかけですね。こうかけ民法ね、もう俗にこうかけって呼んでますけど、これもね、ぜひご用意ください。これ2点目です。で、一応このこうかけはですね、基本的には読習用の教材っていう、そういう位置づけではあるんですね。要するに皆さんにご自分で取り組んでいただく、そういう教材っていう位置づけであるんですけど、一応この合格基礎講座の中でもできるだけこのこうかけですね、時間の許す限り触れたいと思ってます。やっぱりこのこうかけは非常に重要なね、そういう教材になってますんでね。で、あと続いてこの3点目ですね。3点目が当然のことですけど、条文集ですね。もう法律は条文、1に条文、2に判例って言われるくらい、条文が大事ですから、これぜひ3点目、条文集ですね。条文集、これもご用意ください。この条文ってね、まだピンとこない方はね、結構いらっしゃるかもしれませんけど、鑑定理論でいうところの、基準、不動産鑑定評価基準みたいなものなんですよ。皆さんがね、理論勉強するときに基準離れて勉強はしないでしょ。それと同じ。民法を勉強するときも条文離れて勉強することは絶対にありえませんから、従いまして、この条文集もご用意ください。よろしいですね。で、この3つの教材を使って講義を行っていくんですけど、まず最初皆さんにね、申し上げておきたいのが、この合格基礎講座、ぜひじっくり聞いてみてください。じっくりと。皆さんの中には、合格基礎講座、これしっかり聞かないで、ちゃんと聞かないで、いきなり高掛けですね。高掛け民法がね、重要な教材っていうこともあってか、いきなり高掛けに取り組むって方いらっしゃいます。あるいは、この合格基礎講座、一応聞くんだけど、早送り。1.5倍速とか。早送りでバーッと聞いて、聞いた聞いた。じゃあ次は高掛け。っていうふうな形で、言っちゃう方もいらっしゃいます。ダメです。ダメ。きちんと合格基礎講座聞かないと、土台ができないんですよ。土台ができない。だから合格答案書けません。こういう方たちってね、一応こうかけはやってるから、答練なんかでね、論点が的中すると結構いい点数は取る。でもひとたびね、ちょっとこう論点外されると、もう本当にもう無残な点数、もう一桁ですよ。一桁ね、2点とか3点とかね、その点数取っちゃうんですよね。だからそういうふうにならないためにも、やっぱりこの合格基礎講座を聞いて、しっかりと土台を作ってください。実際ね、うちから短期で受かっていかれた方たちですね、今までずっとこう見ててもね、やっぱりこの合格基礎講座はしっかり聞いてます。中には複数回聞いてる方っているんですよ。それぐらいやっぱりこの合格基礎講座が重要ってことよりですね、先走った勉強しないでください。まずじっくりとこの合格基礎講座聞く、これをぜひやってみてください。あともう一点ね、申し上げておきたいのが、これからね、この民法の勉強をするにあたってなんですけども、常に答案にどのように書くかっていうのを意識なさってください。いいですね。答案にどのように書くのか。この論文ね、論文試験ですけど、言うまでもなく書面審理です。書面審理。したがって答案用紙に書かれたことが全てなんですよ、皆さんにとっては。だから皆さんがどんなにね、幅広い知識を得ようと、またどんなに深い理解を得ようと、その回答用紙上に表現できなかったら、無価値。ゼロなんですよ。そういうこと。これ当たり前のことなんだけど、意外とこの当たり前のことは分かってないで、ただ闇雲に勉強する人は結構いらっしゃいます。無駄な勉強。無駄になっちゃうんですよ。だって、書けないことやったって意味ないでしょ。そういうこと。いいですね。やっぱりね、うちから短期で受かっていかれる方たちはね、この辺の見極めもうまいですね。やっぱり教えてチューターだとか、あるいは水道橋本校でね、直に顔を合わせてご質問いただく機会が結構ありますけども、短期で受かっていた、行かれた方たちってね、やっぱり今思い返してみてもね、やっぱりきちんとした、やっぱりね、なんていうんですかね、こう大事な部分の質問であることがほとんどなんですよ。余計なこと聞いてこないんですよ。
本当に。だからその辺の線引きっていうか、ね、見極めがうまいですね。およそ試験に出ないよってところは聞いてこないんですよ。で、逆に、ここ出たら、ね、先生どういうふうに変えたらいいですかとか、ここ重要ですか、あるいはもうこれ切っちゃっていいですかとか、そういうね、やっぱりこうね、見極めですね。そういうね、質問がやっぱ多いんですよ。短期で受かっていかれる方たちっていうのは。だから私質問を受けてて、ああ、この人センスがいいな。ね、そうすると案の定、その後そういう方はね、大抵短期で受かっていかれてますね。無駄な勉強しない。無駄な勉強しない。もうその辺のね、線引きですね。線引きをきちんと意識した勉強してます。だから結局、答案にどのように書くのか。やっぱこれを無意識のうちにやっぱね、実践してるわけですよ。いいですね。くれぐれも、ね、答案に書けないことは深入りしないでください。従いまして私はこの合格基礎講座の中でもね、ここは絶対覚えてね。答案で使うからね。ね。あるいは、ここはね、答案で使わないけど、一回読んどけばいいよ。ね。あるいは、頭通しとけばいいよ。ね。そういうふうに言います。頭通しとけばいいよってのは、一回読んで意味を理解しとくってこと。一回意味を考えとくってこと。だから、覚えなくていいよ。そういうこと。で、そんな形で、私はしっかりメリハリつけて、講義を行ってまいりますから、ぜひそういうのも参考にしてみてください。いいですね。答案に書けないことは一番ですよ。無駄だから。無駄。ね。じゃあ、どうやったら、合格答案書けんの？ね、皆さんそういうふうにね、疑問をお持ちになると思う。で、早速ちょっとね、テキストですね、こちら合格基礎テキスト。ちょっとね、こちら、開けてみてください。で、巻末ですね、この合格基礎テキストの巻末に、ページで言うと371ページですね。ページで言うと、こちら、371ページ。ね、ちょっと開けてみてください。ここに、ご覧の通り、巻末付録っていうことで、ね、こちら、よいしょ、もうちょっと今日が見やすいかな。ですかね。これ、令和4年、ね、もう直近ですよ、の第1問の本試験問題、ね、これ、問題文です。あと、ね、ページめくりますと、参考答案、ね、私の方で、レックの方で作った、この、ね、本試験問題の参考答案ですね。これも載っけてありますんで、ね。で、これもね、当然ね、一応コメント欄にも書きましたけど、まだ当然ね、まだ皆さん、全然わからなくて OK です。ね、逆に今、わかっちゃったらもうね、本当に、もう合格基礎講座聞く意味ありませんけど、ね。これから、ちゃんと理解できるか心配しなくていいですよ。で、とにかくね、これ問題文ちょっとね、時間がある時にね、一回ざーっと目通してみてください。これが直近の、ね、令和4年の第1問の問題でした。で、ちょっと下降りていっていただきます。ずっと続いてます、これ。で、ちょっと次のページめくってみてください。318ページ。で、次に、今度問題文ここで終わって、ね、論じなさいと、ここで終わって。で、その下にね、条文が上がってます。条文。ね、今の本試験はね、こうやってちゃんと条文上げてくれます。昔はね、上がんなかったんですよ。本当に、ね、条文載っけないで、で、しかも六法も使わせてくれないで、どうやって答案書くのかなって私思ったね、時期もあったんですけど、今はね、ちゃんと各問題ごとにね、こうやって参考条文っていうのを載っけてくれますから。またこれがね、論点を発見する大きなヒントにもなるんですね。で、ちょっと下降りていきますと、条文がね、ずっとこう続いてまして。ね。で、この右のページ行ってください。ここまで。ね、この四角、ここまでが一応、まあ問題文ですね。それと、あと参考条文。で、下に私の方でね、この問題でね、聞いてる主要論点、この二つ。設問一では、動機の錯誤。で、この中の共通錯誤。で、設問二では、94条2項の類推適用。ね。で、この中いろんなね、パターンありますけど、意思外形対応型を聞いてるよってことで、一応二つ、明示して。で、ここからです。この横一のね、設問括弧一について、ここからが一応ね、答案です。で、これ、当然ね、私の方で作った、いわば、完全解です。完全解。まあ、完全な。ね、まあ実際、法律の答案に完全ってのはないんだけど、ね、本試験であれば、相当高得点がつくであろう。で、そういう答案を、ね、ここに載っけてますんで。で、これを一応ね、参考になさってみてください。これがさっきの話からの続きでいくと、これがね、皆さんに書いていただきたい答案なんですよ。答案。合格答案です。合格答案。いいですね。で、これを意識して、こういうのを意識して勉強していくってこと。闇雲にやってもダメですよ。いいですね。常に山の頂上を見るんですよ。ね。これから皆さんは論文試験という山を登っていく。今そのね、麓にいて、ずっとこうやって上を見上げてる状態でしょ。でも、麓から山の頂上を見上げてるだけではダメなんですよ。山の頂上、すなわち合格答案ですよ。合格答案から現時点での自分。ね。この距離をしっかりと把握しなきゃいけない。この距離、これから勉強によってどん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 縮めていく必要があるわけですよ。そういうこと。ね。
頂上から現時点まで逆算で見なかったら、その距離が分かんないじゃないですか。いいでしょ？ね。だから、合格とは、合格とは。ね。今申しましたように、一応これはね、ちょっとレベル高いですよ。完全解ってことなんだけど、でも一応ね、最終的には、こういう答案を書けばいいんだなーってイメージでご覧になってみてください。いいですね。そうすると、本当に無駄な勉強することがなくなるから。でも何回もね、申し上げますけど、ここに挙げている答案はね、本当にレベル高いです。ね、本試験でも間違いなく90点以上つくだろうと、そういう答案なんですね。でもね、実際ね、この令和4年ですね、うちから受かっていかれた形の答案ですね、私も何通か拝見しましたけど、もっと低いです。レベルは低いね。それでも受かっていくから、だからね、またね、合格基礎答練で実際ね、答案書く段階の時またお話しいたしますけど、実際本番で要求されている答案のレベルってのは本当に低いから、だから心配しなくていいね。逆にこの今のね、この答案、私の方で書いた答案をご覧になって、こんなに山が高いのかってね、こうおじけづいてしまう方が、私ちょっと気がかりなんですよ。それはダメですね。全然心配しなくていいからね。実際の合格答案ね、受かっていった方たちが書いた答案っていうのはもっとレベル低いから、このね、参考答案のまあせいぜい6割ぐらいね、中には4割とかそんな人も少なくないんですよ。そういうことですね。でも最初から低いレベルをね、目標に設定してしまうと、自分の中の合格答案ってイメージで設定してしまうと、当然本番ではそれ以下の答案しか書けないから、それじゃダメなんですよ。ダメですね。一応これ参考にしてみてください。でちょっと戻りますよ。そうするとここ、もう一回上戻ってくださいね。答案の上、この主要論点2つ、設問1、設問2ね、さっきもこれご覧いただきましたけど、これともに効果形に載ってるんですよ。でまず設問1が動機の錯誤、設問2が94条2項の類推適用の中の意思外形対応型なんですけども、ちょっと効果形開けてみてください。効果形のまず10番ですね。10番、こちらね、効果形ですよ。こっちね、効果形ちょっと用意してくださいね。これの10番、ページでいくと21ページです。開けてください。載ってるでしょ、動機の錯誤。これダブル A です。ダブル A。一番重要度高いの。ね。これ令和4年ね。これ R4-1 ってこれ令和4年1問目は指してますけど、これね、でも先生これ直近で聞かれてるからもう重要度低いんじゃないのって思う方いるかもしれないけど、とんでもない。ね。最近の本試験はね、続けて同じ論点聞いてくる場合もあるんですよ。で、しかもこの動機の錯誤ってのはね、小論点、ちっちゃい論点で聞いてくる可能性も十分今後ありますから。だから依然としてこの重要度は下がりませんですね。で のっけてありますからね、こちらで、あとこれ10番でしょ。であとね、こっちだ、7番、こっち開けてみてください。こちらがおいしょね、これが94条2項の類推適用、この中の意思外形対応型、やっぱり令和4年ね、1問目で出ましたよ。これも重要度ダブル A です。ダブル A、 ちゃんと載ってんすよ、論証がね。だから合格やってれば、特にこの令和4年の1問目なんか間違いなく合格答案書けてるってことですよ。ね。そうするとなんですよ。ね。ちょっとさっきの話戻っちゃいますけど、だったら合格だけやりゃいいじゃん。ね。こんな合格基礎テキストなんか使わなくていいじゃんっていう受講生が出てくる。これある意味無理からぬところでは確かにあるんですよ。確かにそうなの。本当にね、もう最短コース、もうショートコースで行きたい人はね、やっぱり効果だけやればいいじゃんって思うの、これもある意味至極当然のことではある。でもこの効果の論証ってね、やっぱかなりこうギュッと凝縮してね、論証をまとめてるんですよ。だからいきなり効果から手をつけても、その効果の理解がね、やっぱちょっと難しいんですよ。難しいのだから、合格基礎テキストを使って、さらにはこの合格基礎講座を聞いてもらう、そういうことなんですよ。でね、今度合格基礎テキスト、もう一回戻りますよ。合格基礎テキストのね、27ページ開けてみてください。合格基礎テキスト27ページ、こちらね、載ってんじゃないですか、動機の錯誤ね。もう前からね、その前からも結構ね、前のページからもかなり錯誤についていろんな説明載っけてるんですよね。こんな感じで、さらにはちょっとまた前の方戻っていってください。
今度21ページ開けてみてください。94条2項の累推適用、医師外形対応型載ってんじゃないですか。載ってんすよ。そういうことですね。だからね、その流行る気持ちはわかるけど、効果だけやりたいね、これだけに絞りたいって思いはわかるけども、ちょっと待てとね。この効果系を本当に理解して覚えるためにも、この合格基礎テキストを使ってね、この試験で出るであろう重要な知識をしっかり理解し覚えるね、そういう必要があるということね。そのために私がこの講座の中で一生懸命ね、あの線引きをしながら、ここまでやってね、これ以上はいらないよね、こうやって線引きしながら皆さんにお教えしますから、ぜひ皆さんの方におかれましてはしっかりとね、聞いてくださいですね。大体なんかもう勉強のやり方とかなんかイメージ使いましたかね。やっぱりね、山の頂上からね、現時点の自分、この距離を常に意識するってこと。下から見ちゃダメですよね。山のふもとから頂上だけ見てるだけではね、ね、あの合理的な勉強できませんからですね。こういうのぜひ気をつけてね、意識してやってください。じゃあ中身入っていきますよ。あとはね、また気がついたらね、逐一この講座の中でね、こういう点気をつけてねとか、勉強の役立ちについてもね、またいろいろお話ししてきますからね、ぜひじっくりと、くれぐれも最初から 1.5 倍速で聞かないでくださいね。ダメですよ、ちゃんと私も一生懸命喋りますから、あの滑舌悪いですけど、できるだけ丁寧に喋りますから、いいですね。じゃあ早速ですね、こちらテキストもう一回戻りますよ。合格基礎テキストね、こちらちょっとね、表紙開けてください。で、この端書きとかこんなのね、また後でね、どっかで見ておいていただければいいです。あと裏のね、今度2ページの本書の特徴、こんなのもね、見ておいていただければいいです。でね、ちょっとこの5番だけちょっと軽く触れときますとね、あのご存知の方多いと思うんですけど、2017年にこの再建法って呼ばれる分野について大改正がありました。大改正です。まあ、再建法って言ってますけど、この再建の部分だけじゃなくて、他の部分についてもかなりね、まあ、飛び火しててね、影響を受けてかなり改正が行われましたね。で、続いて翌年2018年に今度相続法って言われる分野についてもかなり大幅な改正があったんですよ。で、当然ね、もうそれについてはね、この合格基礎テキスト、さらには効果の方もね、反映してありますんで。で、あとこの後講座の中でね、私ちょこちょこね、この改正ですね、ね、この改正でこういう風に変わったよね、そういうお話しますけど、その時にね、あの例の2017年の改正を指しているんだなってことでご理解いただければと思います。で、あと右のページから目次ですね、目次が続いてますけども、ちょっとね、ページずっとめくってってくださいね。で、こちらですね、ね、これで目次は終わりで、で、この目次の最後ですね、こちらさっきでご覧いただいた巻末付録ね、これが表示してあって、で、このページめくってください。ここから見ていきますですね。民法一般についてとかですね、ここから見てまいります。でも、もうちょっとちっちゃい方がいいかな、これぐらいで、はい、見えますかね、いいですかね、こちらいきますよ。で、民法は一般市民ね、私たちですよ、私たちの間で起こる身近なトラブルね、当然法律上のトラブルですを解決するための法律ですよ。例えば A が B に騙されて土地を買い代金を払っちゃったね、こんな場合 A はこの契約を取り消して代金を取り戻すことが、できるかというですね、これはですね、騙されて買っちゃったんですよ、これですね。で、こんな場合に登場するのが民法ですよってことでね。で、内容的にはね、この後見ていきますけど、民法相続って呼ばれる分野ね、この中でも特にね、意思表示、代理、時効、この3つがね、よく試験で出ます。よくっていうかね、一応鑑定士の民法ではこの3つが民法相続の内容としては非常にね、大事な分野になってきます。また後でお話します。あと続いてね、相続の次が物件で、その次が担保物件で、その次が債権総論で、その続いて債権格論で、最後家族法ね。で、家族法ってのは一応ね、この親族法と相続法に二分されます。一応こういうね、全体像なんですよ。で、民法相続、一番最初のやつね、ここね、民法相続は騙されて契約を結んでしまったら、その後どうなんの、さっきの上の事例ですね、これ A が B に騙されてね、土地を買ってお金払っちゃったね、後で騙されたしまったって気がついて取り消して代金取り戻せるかね、こういうのをね、民法相続では勉強していきますね。で、続いて今度ね、2番目の物件ね、これね、物件では A がね、自己所有の土地を B と C に二重に譲渡ね、二重に譲渡っていうのは、これ譲渡っていうのはこれ覚えておいてほしいんだけど、売買を指すんですよ。
だからここ売却です。ね。譲渡、これ売却。売っ払ったってこと。売ったってこと。ね。これ譲渡って聞くと、なんかタダであげたってイメージね、あのね、これお持ちになる方いらっしゃいますけど違うんですよ。これ、二重に譲渡したら、書いてあったら、二重に売却した。売っ払った。ね。売ったってこと。これ覚えておいてください。ね。で、A が自分が所有している土地をね、B と C の二人に売っちゃったんですね。ある意味とんでもないですよね。ね、非常に不誠実な、ね、これ取引やってますね、この人ね。で、この場合、どうなんの？どうなんのってのは、これ結局物は一個しかないわけですよ。土地は一個。だけど、買い受けた人が二人いる。この場合、B と C、どっちがそのね、権利、まあ、所有権って言うんですけど、これを取得するんですか？そういうのをね、この物件っていう分野で勉強します。面白いでしょ？ね。で、次。で、今度その下が担保物件っていう分野ね。これさっきの上の、これね。担保物件。で、担保物件ではね、借金です。銀行から例えばお金を借りる。ね。この時に、抵当権っていうのを設定するんですよ。担保として。担保として。ね。またこれ詳しくは担保物件でやります。抵当権を設定する場合の問題点などを勉強します。っていうこと。で、続いて今度、債権総論。これね。さっきの上の。で、債権総論では、契約を守らなかった場合の問題などを勉強しますってことで。例えば、売買契約結んだんだけど、買い主がね、お金払ってくれない。こういうのをね、債務不履行って言います。また、債権総論で勉強します。簡単に言うと、契約違反です。契約違反。こういうのを債務不履行って言って、ね。それを勉強するのが債権総論です。いいですね。まあ、もちろん他の内容もありますけどね。で、最後、債権各論。これさっきの上の、ここですね。ですね。債権各論。では、売買契約や賃貸借契約に何らかのトラブルが発生した場合などに、場合にどうなるのか。ね。その法律関係どうなっていくのか。ね。こういうね、内容を勉強しますよ、ってことで。ね。で、あとね、さっき上でご覧いただいたこの家族法ですね。これ載っけてませんけど、これまた後でお話をいたしますけど、鑑定士の民法ではこれほとんど出ないんですよ。家族法は。ね。この相続から債権総論まで。ここが出題のメインになってますんで、ね。これちょっと軽く頭入れておいてください。で、ちょっと一回ね、確認しておきますけども、こちらですね。ちょっと見てくださいね。これ。これ、令和5年、不動産鑑定士試験受験案内ということで、これ国交省がね、これ、今回ですね、配布してくれました。令和4年のね、これ、願書、申し込みの時ですね。これ、配ってくれて。で、この中に願書が入ってるんですよ。ね。こんな形。これ。で、一応これね、PDF データでもご覧いただきます。国交省のね、国家試験の案内っていうバナーだったかな。そこをクリックしてもらうとね、国交省が管轄してる国家試験がずらずらーって出てきて、その一つが不動産鑑定士試験なんで、そこをクリックして入ってもらうと、不動産鑑定試験に関するいろんな情報ですね。これが満載です。問題文が上がったりとか、ね。いろんな情報が上がってますんで。で、その一つがこれですね。この受験案内。これ PDF で上がってますんで、ね。まだ見てないよって方、ね。ぜひこれ一回ご覧になってみてください。で、これね、見ていくと、こちら5ページですね。5ページ。見ていただくと、まず、論文式試験。で、民法ってとこですけど、出題形式当然、これ論文式ですね。で、もうちょっとちっちゃくしようかな。で、出題範囲。で、民法の第一編。これ相続なんですよ。で、債権。あ、ごめんなさい。で、第3編。これが債権です。ね。また後で見ますけども、これ第1編が相続って言われる分野。で、第2編が物件です。物件、担保物件。で、第3編が債権って言われる分野。で、4編が親族。5編が相続なんですよ。でね、ここ見てもらうと、この第1編の相続からね、物件、さらには第3編の債権までを中心にってこと。だからここが柱なんですよ。柱。これ国交省がはっきりとね、こうやって教えてくれてるわけですよ。こっから出すよってこと。で、この第4編の親族、あと第5編の相続、ね。並びに次の特別法一応含みますよってことで、これちょこっと気をつけておいてほしいのが、一応借地借家法も試験範囲です。これは賃貸借っていうところでやりますから。いいですね。これは条文は違いますよ。民法じゃありません。借地借家法っていう法律で。で、これもちゃんと皆さんのお手元の条文集にちゃんと条文も載っけてありますから。ね、また後でちょっと見てみてください。で、さらには、建物の区分所有等に関する法律ってことで、これ、いわゆるね、建物区分所有法って法律です、なんですね。皆さんの中でね、宅建とかね、満貨もそうかな。ね、勉強された方は分かると思うんですけど、これ、いわゆる分譲マンション法って言って、ね、分譲マンションに関するね、
法律関係を規定した法律なんですよ、これ。ね、これ。まあ、通常は建物区分所有法って呼んでますけど、一応これも入ってます。でもね、ほとんどこの建物区分所有法は禁止しなくていいです。ほとんど出ません。ただ、借地借家法。これ気をつけて。で、話を戻しますと、とにかくね、この第1編から第3編、相続物件、債権までが中心だよ。だから、ね、親族、相続。ね、これはもうあんまりね、試験で出しませんよ。そういうことなんですね。ですね。で、ちょっとテキスト戻りますよ。で、続いて、もう一回ね、テキスト戻りください。よいしょ。こちらね。で、今度下行きますよ。で、こちらですよ。鑑定士試験の民法の特徴。ね。これ皆さん一番お知りになりたいでしょ。どんな問題出るのか。で、まず 1個目ね、丸1ね。2問とも事例問題で出るよってことで。これさっきね、このテキストの巻末ですね、付録皆さんご覧いただきましたけど、ね。こんな形でした。ね。もう事例ですよ。事例。これ一見するとなんか結構長いね。なんかこんなに問題文長いのかなって皆さんね、ちょっとね、気になさるかもしれませんけど、読んでみるとね、そんなに内容、別に盛りだくさんじゃないんですよ、これ。全然大したことない。この文字数にね、惑わされなくていいですからね。で、戻りますよ。よいしょ。こちら。で、今度、丸二。民法全域からまんべんなく出るのではなく、今ご覧いただきましたね。受験案内で。ね。これ財産法って言うんですけど、相続物件、担保物件、債権総論、債権学論。これ財産法って言いますけど、ね。相続が第一編。で、物件、担保物件が第二編。債権総論、債権学論が第三編です。この一編、二編、三編。ね。ここから中心に出るよ。今ね、受験案内でご覧いただきました。ですね。でね、もっと言うと、この財産法ですね。この相続物件、担保物件、債権総論、そして債権格論。これ財産法って呼んでんだけど、ね。これ家族法の反対概念なんですけど、ね。この財産法の中でもね、まんべんなく出るんじゃないんですよ。出るところと、全く出ないところがはっきりしてんの。だから、講義を聞いてほしいの。無駄な勉強しないためにも。いいですね。分野絞れますよ。絞れるから。いいですね。で、次、この3番目。で、最近はね、まあ、普通のね、まあ普通のっていうかね、そんなにレベル高くない、ね、ところの大学の法学部の学部試験のような、そんな基本的な問題をね、出す。そんなね、問題に変わってきてます。一頃はね、昔はね、レベル高かったんですよ。この鑑定士の民法。ここまで聞くかっていうくらいね、本当にね、難しい問題が出てたんだけど、最近は全然違うの。もう基本的な問題。これはやっぱりね、まあ言うまでもなく、国土交通省の担当者から言われてんですよ。難しい問題出さないでね。ね。短期の、勉強期間が短期の方でも十分合格答案が書けるような、そんな問題出してくださいねってことを、試験員が、民法の試験員が、国交省の担当者からガッツンガッツン言われてるのが、問題見るとわかるんですよ。もう昔と今全然違うもん、レベルは。本当にレベルが下がりましたね。いいですね。だから心配しなくていい。心配しなくていいから。いいですね。これ。だから難易度ほんと下がってんですよ。ね。で、さらにはね、見てください。採点も緩いんですよ。本番の。こんな程度の答案で70点つくかっていう答案、いくらでもあるんですよ。こう言ったら、申し訳ないですけどね、うちのね、受講生さんたちから、まあ、報告してもらって、ね、点数と答案実際ね、見せていただいて、これでこの点数かと。ね。私びっくりしますもん。びっくりする。本当にこんなもんかと。だからさっきも言いましたけどね、レックの私がさっきね、お示しをした参考答案よりももっと低いレベルで十分受かっていきますから。これも心配しなくていい。心配しなくていい。ですね。で、だからね、またね、これ合格基礎答練等でね、お話しいたしますけども、論点をね、完全にね、外さない限りは。だから、かすってればいいんですよ。かすってればいい。ね。完全に外さない限りは、多少ね、その論証が不十分でも、舌足らずでも、60点以上。ね、これ合格点でしょ。ね、場合によっては、70点以上取ることも可能だから。だから、決して難しく考えすぎないでください。ね。まず問題のレベルが下がってる。採点も緩いってこと。だから、ね、結構、簡単、まあ、簡単に言うとちょっと語弊ありますけど、ね。皆さんが思ってらっしゃる以上に合格点取ることは可能だし、さらにはもっとそれ以上の点数取ることも十分可能ですよということ。で、あと最後ね、これさっきもお話ししましたけど、六法ね、
六法の使用は認められてませんけど、問題文の下にね、関連条文載けてくれるんで、ね。で、このさっき言いましたけど、これがね、この条文見ると、あ、この問題はこの論点聞いてるんだな。その論点発見の大きなヒントになるんですよ。そういうこと。ね。以上。これがね、一応、4点ですね。最近の鑑定士の民法の特徴ですね。これもね、ぜひ忘れないで。ね。とにかくね、この勉強がこう脇道にそれるようなことないように。ね。だからね、一応今回1回目ってことで、私結構今時間かけてね、結構この方法論についていろいろ喋ってますけど、これは皆さんがこの後ね、実際勉強をお始めになって、ね、で、どんどん講義を聞いていく過程でも、やっぱり時々ね、自分がね、間違って勉強をやってないか、その辺の検証はご自分でなさってください。いいですね。勉強を始めるときはみんなね、勉強の方法論って真剣に考えるけど、いざ始めてしまうとね、無頓着になって、とにかく内容を理解しなきゃ、内容を覚えなきゃってことで頭いっぱいになっちゃって、その自分が脇道にそれてるのに気がつかないで、どんどん外れていく人って少なくないんですよ。いいですね。だから例えば、合格が北海道にあるとするならば、常に自分が北海道行きの電車に乗ってるかどうか、やっぱ検証しなきゃいけないんですよ。間違っても、ね、九州行きの電車乗っちゃダメなんですよ。合格が北海道であるならば。そういうこと。で、それはやっぱり日々自分で、ちゃんと自分はね、この合格が北海道にあるとするならば、北海道行きの電車乗ってるかな、ね、ちょっとは、脇道逸れて、ね、なんか西日本の方に行ってないかなとか、それはご自分で検証する必要があるんですよ。そういうこと。よしですね。もうこれは皆さんにお任せするしかありません。私も常に付きっきりで皆さんの勉強、ね、これもちろん見れればいいんだけど、これもう物理的に絶対不可能ですから。ね。で、今私ね、合格が北海道にあるとするならば、ね、常に自分が北海道行きの電車に乗ってるかどうか、これ自分で判断するんですよ、検証するんですよって言いましたけど、中にはね、ジェット機で行っちゃう人いるんですね。もう超短期ですよ。担当論文、ポンポンと行っちゃう人も最近珍しくもなんともないけど、ね。でも、これはもう人によって当然歩みのスピードってのは違うのは当たり前だから。ね。だから人によっては鈍行だっていいじゃないですか。私はそう思う。私も60過ぎてね、やっぱね、だんだん最近、別に人生達観したわけじゃないけども、ね。そんなに急いでどうすんだよと。そんな心境ですけど。でも逆に若い皆さんからするとね、いや、1年でも早く鑑定士になって活躍したいんだ。ね、仕事やりたいんだ。そういう方も確かにね、少なくないとは思う。でもね、私は人によってね、やっぱり人生の歩みってスピードが違うんだから、鈍行でも私はいいんじゃないのかなと思ってます。とにかく、北海道に向かってればいいんですよ。いいですね。そういうことも。ね。じゃあ次、またテキスト戻りますよ。で、今度右のページですね。こちら見てください。対策。ね。もう今すでにね、いろいろ方法論についてお話してますけど、今後ね、皆さんがご自分でね、この講義ね、お聞きになる過程で、あるいは講義全部聞き終わった後で、ね、高架下民法を取り組む中でね、あれ勉強どうやったらいいかな、悩んだら一応こう読んでみてください。いいですね。このちょっと中身見ていきます。で、もちろん、教えてチューターでね、すぐ質問送っていただいてもいいです。特に方法論に関しては。中身に関してはね、勉強の中身に関してはね、よくわかんないなって、それですぐチューターで聞いてくる方いらっしゃるんだけど、中身に関してはもう一回講義を視聴し直すとか、あるいはテキストとか、効果形を読み返してみるとか、一応そういうのはやってみてください。そっちの方が絶対ね、いいと思います。中身に関しては、いきなり質問するよりは。やっぱり、その過程でもう一回自分の頭で考えるっていう作業が入るから。これがまた理解につながっていくんですよ。また記憶と定着にもつながるから。だけど、方法論に関してはあまり自分であれこれ考えてもしょうがないんで、ね。悩んだらすぐに教えて、チューターで聞いていただいても構いません。なる範囲で返信しますから。いいですね。で、ちょっと中身見ていきますよ。こちら。で、まず、1、講義をしっかり聞くと。もうこれさっき言いましたね。いいですね。で、ちょっとざっと見ていきますよ。で、法律は独特の、思考を要するので、独学になじまないと昔からよく言われるんですよ。これは。ね。で、またテキストを自分で読んでもよくわからなくても、講義を聞くと一発で理解できるってことも少なくないです。これは私、実際自分がそういう体験してますんで、これはもうはっきり言えますね。講義聞いた方が早いです。絶対に。法律学は。で、そこで、まずは講義、合格基礎講座をしっかりと一通り聞いてください。で、その際注意してほしいのがね、仮に分からないところが出てきてもね、あんまりね、立ち止まらないで、一応どんどん先に聞き進めてってください。あんまりね、一箇所で止まっちゃうと勉強止まっちゃいますから、勢いがね、
やっぱりこう、そがれちゃうんですね。それはやっぱ良くないですから。もちろんね、あの疑問ね、大事なところは疑問ね、あの、解消しながら進むことも大事だけど。でもあんまりね、一箇所で立ち止まらないで。で、そういう時はね、鉛筆で、後で消せるようにね、鉛筆でテキストなり効果圏のところをクエスチョンつけるといいですよ。で、後でチューターで私の方に質問を送ってください。いいですね。で、あんまり一箇所で立ち止まらないってこと。ね。で、なぜなら、これ法律はね、全体が分かって初めて、その部分の本当の意味が分かるようにできてるんですよ。全部がね、有機的に繋がってんの。だからね、ちょっと右にこれ図書きますけど、右上がいいか、怖いか。ね。これ、ピラミッドです。これ、民法の知識のピラミッドと思ってください。いいですね。で、例えば今自分がね、ここ。この左下。ここを勉強してるとします。でもね、ここだけ勉強しても、ここだけの、ね、ここの本当の理解ってなかなか得られないことが多いんですよ。なんでかというと、ね、全体が分かって初めて、この左のね、この角の部分が分かるようになるっていうことが多い。やっぱ法律って全部繋がってるからなんですよ。繋がってんの。だから、ここだけやってもダメ。場合によってはここね、この右上の、私が書いた、ここを理解して、初めてこの左下の、ね、この印をつけた箇所の理解がね、あの、進む、理解が進むってことは少なくないんですよ。珍しくないの。そういうこと。いいですね。だから、ね、さっき言ったように、あんまり一箇所で立ち止まらないで、ね、どんどん聞き進める。これもやっぱり大事なんですよ。大事。全部繋がってるから。ね。で、そしてと、次ですよ。講義、合格基礎講座だけじゃなく、今後ね、当連の解説講義などもね、当然ありますけども、これもね、できれば1回だけでなく、できれば複数回聞いてほしい。さっきも言いましたように、あの短期で受かってる方、結構ね、複数回聞いてる方って珍しくないんですよ。で、ただね、2回目以降は倍速でもいいです。さっき言ったけど、1回目の倍速はこれやめてくださいね。絶対残らないから。ね、2回目以降はいいです。倍速でも、1.5 倍速でもいいです。ですね。で、なぜならと。民法はね、これなんで複数回かというと、なぜなら、民法はやっぱり理解が要求されるんですよ。される。ここがね、また、あの、一時の行政法規と違います。違う。行政法規の時はね、もう私の後期ご覧になった方はわかると思うんですけど、もうすでにあらかじめね、合格基礎テキストの方にピンクのマーカーでね、覚えてほしい箇所を印つけて、で、私がこれをね、写して、皆さんにマークしてくださいね、ここを覚えてくださいね、って形で。とにかくね、行政法規はある意味ね、覚えるだけでしょ。覚えるだけ。だからそういうスタイルを取ってます。でも、民法は違うんですよ。いきなり暗記から入ると失敗しますよ。失敗する。まずは理解しようと努めてみてください。理解です。理解。どういう意味かな？どうしてかな？なぜかな？ね。これ昔からね、よく法律学ってね、なぜかの学問って言い方されるんですよ。なぜかの学問。一行読んではなぜかな？もう一行読んではどうしてかな？その理由を考えろってこと。この癖がつくと非常に理解も進むし。またね、法律を本当にしっかり勉強した人の喋り方ってね、特徴があるんですよ。どういう特徴かというとね、理由を言うの。ね。僕はこう思うよ。私こう思うよ。なぜならこうこうこうだからだと。理由を言う癖がついてるんですよ。法律学って必ずこの理由が、これ大事だから。ね。またこれ論書の時に書くんですよ。論点論書を書く時に、こう書くとか見てもらうと分かると思うんですけど、なぜならこうこうこうだからであるって、ね。そういう理由を書くんですよ。法律学ってのは説得の学問だから。だからね、そういう理付け書かなきゃいけないんだけど、普段勉強するときも、やっぱその理由を探る癖がつくんですよ。じっくり考えて。どうしてかな？なぜかな？ね、そういうこと。いいですね。こちら。これ。ですね。理解だよ。だからね、あの、行政法規とね、この講義のスタイルも違いますから。これぜひね、この合格基礎講座の民法は気をつけてくださいね。理解が大事ですから。理解が大事ですね。で、一回だけだとなんとなくね、分かった気になるけども、本当の理解までなかなかね、得られないことが多いからですよ。実際論文合格者の多くは複数回聞いてますよってことなんで。ですね。本当にね、あの、法律やった人のね、喋り方って特徴があって、私もね、もうあんまり人のこと言えないですけど、ね、こうこうこうだからね、こうですよとか、ね、そういう理由を言いながらこう結論を言う癖がついちゃってますね。あの、実際皆さんがお書きになる答案もそうです。答案の時もね、こう結論を書いて理由を書いたりとか、あるいは先にね、理由を書いて結論を書いたりとか、そういう書き方するね、そういう場面がね、少なくないんですよ。
やっぱりそれは法律学が説得の学問だからってことで、その前提として理解が必要だから、そういうことなんですね。一応そういうことでね、またちょっと続き見ていきますけど、ちょっとここで一息入れます。はい、それでは続いて第2ユニットに参ります。でちょっとね、続きまた見てまいりますよ。こちら、よいしょ、次ですね、今度丸2ですね。こちら行きますよ。で、民法の勉強の対象は条文と論点ですよってことでね。で、どういうことかというと、1行目行きますよ。条文ね、条文は意義、趣旨、要件、効果の4つに分けられますということで、これ実際この後ね、この合格基礎テキスト、いろんなね、条文を説明してきますけど、こういう流れで、その説明も上がってますから、ね、この意義、意義ってのは意味ですね、意味。ね、これ、意義と意味、これ同じですからね、意義。一応大体法律のね、本って大体意味って書かない、大体学者が意義って書くんですよ。まあ、こっちの方がちょっと格調が高いからですかね、わかりませんけど、ね。まあ、意味と意義同じですからね。一応意義、ね。その言葉の意義ですよ。意義、意味ね。あと趣旨。これはどういうね、趣旨でその条文ができているのか。ね。まあ、立法理由って言ってもいい。立法理由ってもいい。ね。これ、趣旨。あと、要件効果。これまた後で詳しくお話します。一応この4つに分解できますよってこと。で、答案中で条文を正確に使いこなせる。書けるようになるためには、これら4つをしっかりと理解して覚えてないとできないんですよ。で、ここ、ところがね、まさにさっき申し上げた、ちゃんと合格基礎講座聞いてるか否かっていうのが、この辺の知識で思いっきり答案に出るんですよ。ちゃんと聞いてる人は書くの。ね、多少不正確でも書くの。だけど、ちゃんと聞いてないで、こう書けだけで勉強した人は、ここはまるっきり書けません。だからすぐわかるんですよ。採点してても、答練なんかで答案採点しても、私でもすぐわかります、これ。あ、ちゃんと聞いてないなってこと。ね。で、試験で重要な条文。決してね、数多くないから心配しなくていいですよ。この民法の条文自体は1000条以上あるけど、ね、試験で使う条文本当に限られてるから。ね。で、この条文の意義、趣旨、要件、効果、この4点ね、については合格基礎テキストに整理されてるんで、ね、この後講義の中でも見てきますから。ですね。で、ちょっと下行きますよ。で、続いてもう一個の論点。というのは、これはね、学術上争いのあるね、点。だからこれ論争点って言うんですね。論争点。これを略して論点って言ってます。要するに、ある学者は A 説を主張し、例えば、東大のある先生は A 説を主張して、また、京都大学のある先生は、ね、B 説を主張するとか、こんな場面です。ね、論争点。これを略して論点って言ってます。で、その論点をまとめた教材が、合格民法なんですよ。で、一応、156個の論点が整理されてますと。まあ、全部が全部ね、この論争点の論点じゃなくて、ね、ある条文のね、要件とか効果をね、まとめた部分もありますけど、ね、一応、156個。ね、あるよってことで、で、そして本試験ではこの論点を中心に出題されますってことで、さっきね、令和4年のね、あの巻末のね、あの問題通じてこれね、ご覧いただきましたね、これが中心ですよね、動機の錯誤、あと94条2項の類推適用、意思外形対応型とかね、これこういう論点が出ますよってことですね。で、ここでちょっとね、あのこの効果形、今ね出てきたんでちょっとお話しときますと、これまちょっとね、効果形開けてください。これもね、あらかじめちょっと使い方ですね。これもお話ししておきますとね、こちら。よいしょ。効果形ね。で、ちょっとページめくってみてください。で、この端がこんなにいいですからね。で、すぐ裏めくってみてください。こちらね。よいしょ。これぐらいで見やすいですかね。で、本書の特徴、注意点、及び使用方法ということで、これちゃんと読んでくださいね。読まない人多いんですよ。で、読んでもらったらちゃんとね、ここで説明してるのになっていうご質問とか結構教えてチューターでね、やっぱりね、ご質問いただいた時にね、感じることが結構あるんですね。やっぱ読んでください、こういうのは。ここはね、こういうところ。あの、端書きとかいいんですよ。ね。むしろこういうね、注意点とか、ね、こういうのはやっぱ大事なんで。で、これ丸一はね、ちょっとこれも一応見ておきますけど、論文式試験にそのまま使える論証例ってことで、各論点ね、の結論は実務における重要性を考え、できるだけ判例。判例ってまた後でお話しますけど、最高裁です。最高裁判所の判断。これを判例って言ってます。一番権威があるんですよ。ね。で、これは条文と同じぐらい実務では重みがあるんで、ね。また後でお話しますけど、ね。これちょっと軽く頭にね、入れといてくださいね。判例の立場を採用していますが、また論点によってはね、
その書きやすさを優先して学説、これ学説はもう読んで字のことして当然ね、これ学者がね唱えたこれ見解ですよ。さっきのね A 説とか B 説とかこういうの学説って言いますね。でこれを採用している論点もたまにありますね。これ書きやすさを優先して、中には論点によってはね、この判例だとどうしてもね書きにくいっていうのが時々あるんですよ。ある、そういう場合はね学説ね、これで論書を書いてる場合もあります。でまたね判例に立った場合でも書きやすさを優先してね、表現に多少ねこう手を入れてる場合もありますんでね、デフォルメ、私デフォルメって言い方しますけど、こういう場合もあるよ。だから必ずしも判例の判決文通りの表現になってない箇所もちょこちょこありますけど、一応ご承知おきください。で次、今度2番ね、論文式試験における重要論点ほぼ網羅してるよってことで、本当にね最近の本試験のメイン論点ですね、メイン論点もうとにかくこの効果系から出ますからね。だからしっかりとこの効果系やってください。いいですね。で近年の論文式試験の傾向を徹底的に分析した上で作成していますので、出題される可能性のある重要論点をほぼ網羅していますと。で重要度4段階、これですよ ね、一番重要なのが AA、 その次がシングル A、 その次が B で、一番重要度が低いのが C です。 C で上位2つね、 AA とシングル A の論点につき、ね、右のページってこっちですね、こっちね、これ右のページのように問題提起規範定立中の結論理由ですねの3箇所ね、問題提起と規範定立で、この規範定立が結論と理由の2つに分解されますから、だからそうすると問題提起と結論と理由の3箇所ってこと、ここ色分けしてね、マーカーでもいいですよ、色鉛筆でもいいですね。で理解、そして最終的に暗記してほしいんですよですね。これを答案で使うからですね。で最後の当てはめの箇所ですね、これはこれ事例が変われば当てはめも変わるので、ここを覚えなくていいですよってことですね。こちらでこの問題提起と規範定立中の結論理由の3箇所が勉強の柱ですよ。なお重要度 B の論点一通り見ておく程度で十分ですよ。またさらに重要度 C、ね、これはもう完全に飛ばしちゃって構いません。いいですね。とにかくねやっぱり重要なところ AA とシングル A、 まずここをねまずこれ攻略するようにしっかりと自分のものにするようにしててください。いいですね。で次この3番目、で各章ごとに論点の論証例を掲載ってことで、で注意してほしいのがね、各論点の論証は他の関連論点と切り離して、あくまでその論点だけの論証をまとめたものに過ぎず、したがってねこれ英単語の単語帳みたいな作りなんですよ。他のね単語と切り離してあくまでもその単語だけ、だからこの論証もねその論点の論証だけね、そういう作りで、答案ではねある論点、その論点の前提として他の論点を前提論点として論ずる必要がある場合って結構あるんですよ。あるの、その論点だけじゃなくてその前提として他の論点を書かなきゃいけない場合がある。でも本書はこれ切り離してるんで、あくまでもねその目の前の1個の論点しかね論書に載っけてないんで、これはちょっと気をつけてほしいんですよ。使う上で、この効果器使う上での注意点なんですよ。いいですね。ね、またそういうのはコメント欄に載っけてありますから、コメント欄で、これコメント欄ちょっと右のページ見ていただきたいんですけどね、これ例えばこれね、また後で見ていただきますか、これ4番の論点なんですけどね、ここ見てもらうとここです、この論証のすぐ下、これコメント欄って言って、ここにも結構私ねこれ重要なね内容載っけてますから、これ絶対読んでください。絶対です。いいですね。でここもね読まない人多いんですよ。上の論証だけで手一杯なのかわからないけど、下のコメント欄読んでもらったら上の論証の意味がわかるのに、読まないでね教えてチューターですぐ質問してくる方結構いらっしゃいますけど、これやっぱねやっぱり、ね、勉強のねやっぱなやり方やっぱ良くないですよ。結構無駄な勉強やってますよ。やっぱ読むってことね、結構なんのかな、やっぱ活字鑑定士の受験活字嫌いな人多いんですかね、私わかんないけど、完璧主義の人が多いのは間違いないですよ。私10年以上この鑑定士の受験人をやってるんでわかるけど、完璧主義の人多いですね本当に。でだけどあんまりねこれ読んでねって言ってても読まない人も多いってのはこれも事実なんですよ。なんか私よくわかんないです、完璧主義だけど読まないって何なのかなっていう感じですけど、とにかくこのコメントはね必ずセットで
上の論章とセットで読んでください。すると絶対理解が深まるからですね。で、戻りますよ。こちらですね。で、また本書は皆さんにね、各論点論章を覚えていただく教材ですので、ね、この後お話しますけど、法的三段論法ですね。問題提起、規範定列、当てはめ。ね、この三つに分解して、答案を書くんですよ。これをまた後でやりますけど、法的三段論法って言います。これが大事なの。大事なの。これ、法律の答案書くときの鉄則なんですよ。鉄則。いいですね。例外のない鉄則なんですよ。問題提起、規範定列、当てはめ。ね、また書き方はまたその時お話しますから。ね。で、この規範定律がさっき上でご覧いただいたように、これ、結論と理由にね、分解できるよってことですね。問題提起、1個目。で、2番目が規範定律。これはこの結論と理由に分解できる。で、最後は当てはめ。で、当てはめについてさっき上で言ったように、ね、これは覚えなくていいですよってこと。事例が変われば最後の当てはめも変わりますから、ここを覚える必要はないんですよ。ね。覚えてほしいのは、問題提起と規範定律。で、キャンテルズの中の結論と理由。この3箇所。これです。ですね。で、この、ちょっと続けますと、この中のうち、特にキャンテルズですね。ここにね、実は力点を置いて、この、効果形っていう教材作ってあるんですよ。だから論点によってはね、最後の三段論法の3番目の当てはめ。これが弱い場合、あるいはあっさりしてる場合。この点が結構少なくないんで、この点だけちょっとね、まあ、ご容赦ください。ね。あるいはご自分で、いや、当てはめこうした方がいいんじゃないかな。ね、そういう形で見ていただければと思います。これちょっと弱い部分が結構あります。ね。というか、ここに力を入れてますんで。規範定律ですね。で、あとね、4番ですね。こちら。まあ、ノウハウ凝縮ってことで。これね、特に皆さんから教えてチューター等ですね。で、いただいたご質問をもとに、受験生が一般にね、陥りやすい注意点を、各論点のコメント欄。さっき言ったようにこれですよ。右のページこれですよ。ここ。ここ。論書のすぐ下。ね。ここに私載っけてるんですよ。教えてチューター等でね、皆さんからいただいたご質問です。で、ここですね。したがって、ね、先ほど来申し上げてますけど、このコメント欄も必ずセットで読んでください。いいですね。理解が深まるから。特にね、教えてチューターでね、いただいたご質問のうちね、複数の方から同じ箇所を聞かれた場合には、私必ずここに入れてます。複数の方が疑問に思うってことは、もっとたくさんの人が疑問に思ってるはずだからです。いいですね。で、あとね、今度5番目。コラムを掲載ということで。これはね、勉強の合間でいいです。ね、ほんとお茶飲みながらで、ね。うん。これ見ていただければ OK です。で、ちょっと右のページ見てください。こちらね。で、これ、ね、効果形使う際のポイントってことで、今左のページでもご覧いただきましたけど、ね、問題提起、結論、理由。ね、この3箇所は、できればね、マーカーで色分けしちゃって、で、理解して、最終的に暗記してください。これが勉強の柱になります。ですね。で、これ見てもらうとね、これ4番なんですけども、ちょっとね、4番ね、めくってみてください。ページで言うと、よいしょ、9ページですね。9ページ見てください。ね。これ同じ論点です。94条2項。で、ちょっとね、これ巻物でちょっと隠れちゃってますけども、94条2項の第三者。で、向かい質の要否って、ね、こういう論点です。で、問題提起、規範定律、当てはめ。これが、さっきご覧いただいた法的三段論法です。俗に言う三段論法。これで書いてるんですよ。とにかくこの効果形はね、ね、これさっきの動機の作法ですね。問題提起、規範定律、当てはめ、三段論法。ね。これで乗っけてますから。ね。で、戻りますよ。よいしょ。4番目。こうね。で、先ほど申し上げた通り、この三段論法のうち、問題提起の箇所と規範定律中の結論と理由ですね。これを覚えてください。これを答案で使うからですよってことですね。で、ぜひね、これ色分けしてみてください。ね、問題提起。一応私はね、個人的にはまあ問題提起、まあピンク。で、結論が緑。で、理由は青。ね、こんな形で一応3色で分けてね、一応お勧めしてます。もちろん別に全部は同じ色でね、揃える必要ないですよ。別に問題提起青でもいいし、ね、結論がピンクでも構いません。それはご自分の好みで、ね。ただ一応3色分けてみてください。ね。やっぱ問題提起と結論と理由。これやっぱ意識して、区分けして頭に入れててほしいからです。いいですね。で、引き方はね、別にそのまま上からね、塗ってもいいし、あるいはアンダーラインでもいいです。ね。これは皆さんにお任せしますんで。とにかくこの3つ。
これが最終的に勉強のね柱になってきますから、これはいいですね、気をつけてくださいね。こういうところです。今効果のね使い方についてもご説明いたしました。でちょっとテキスト戻りますよ。で合格基礎テキスト、もう一回ねこちらお戻りくださいですね、こちらで次、今度ねこれ156個の論点整理されてます。本試験ではこの論点を中心に出題されますと、さっきここまでねご覧いただきました。でここからね続き見ていきますよ。でするとどうしてもね鑑定士受験生の民法の勉強の大半はこの論点の学習ね、これ論点ですね、この論点の学習、論点を理解し覚え書くねに費やすことになりますと、まあ、これは当たり前なんですよ。当たり前ね、本試験が論点を中心に出題される以上ね、これは時代仕方ない。ただ気をつけなきゃいけないのはね、もう先ほど来再三申し上げている通り、合格基礎テキストを使ってのこの条文の意義、趣旨、要件、そして効果の4つの学習をおろそかにして合格民法だけを使って論点中心の勉強をやっても本当の力は絶対身につかないよってことですね。で次裏のページ見てください。で詳しくは講義の中でお話ししますかと、もうお話ししてますずっといいですね。でそもそもねこれ論点っていうのはね、またねそれぞれまたそれぞれの歌詞でお話もしますけども、いわゆる条文の不備、あるいは条文の文言ね、これ条文中の言葉、これを文言って言います。また後でねやります。これ覚えて、これ文言って読まないでね、文言って読みますからね。条文の言葉です。条文で規定する言葉を文言って言います。ね、条文が不備、ね、ちゃんと条文が規定されてない、隙間がある。あるいは条文の文言が不明確。一応規定はしてるけど、果たしてそのね適用ができるのかどうか、必ずしもはっきりしない。そういうこと。等の理由からこの論点ってのが生まれてくるんですよってこと。ね、言い換えると論点というのは条文から派生するものなのですと。したがって条文の意義、趣旨、要件、効果の4つを無視して論点だけ勉強してもその論点の正確な理解は得られませんよってこと。だからやっぱり条文って大事なんですよ。論点を理解するためにも条文ってやっぱり大事なんですね。ですから論点だけでなくね、もちろん論点が勉強の中心ですけどね、条文の意義、趣旨、要件、効果、これもしっかり勉強していきましょうねってこと。で次、でこれもねちょっと頭止めといてくださいね。合格基礎テキストと合格民法との関係です。でまずね、合格基礎講座ではね、基本的にこの合格基礎テキストを使ってね、この試験で重要な条文の意義、趣旨、要件、効果の4つと、あと論点の一部ね、合格基礎を使います。合格基礎を使ってね、論点の一部、これもね学習しますとね。で時間の関係でね、論点についてはやっぱりね基本的なものに絞ってきますんで、この点もね一応ご承知おきくださいね。ただ一応時間の許す限り合格も使ってね、この論点については説明してきますんでね。で合格基礎テキスト中の重要な箇所は講義中に指摘していくので、そこだけ押さえてね覚えていかれれば十分ですよってことで、だからねこの合格基礎テキスト結構厚みがあるでしょ。でも全部を使いません。全部を使うわけじゃないんですよ。逆に結構ね飛ばすとこも多いから、だから心配しなくていいですね。そのためにもしっかり聞いてください。いいですね、これね指摘しますからね。で次にこの合格基礎講座全18回を聞き終えたら、合格基礎講座で得た知識理解、これをもとにご自分で合格民法のダブル A とシングル A ね、これさっきね合格でねお話しましたね、の2種類のみでいいんでね。で B 社は飛ばしてもいいですよね。ただ B はねさっき言ったように、もし余力があったら B までちょっと手をつけてみてください。ここまで押さえておかれればね一応保険になりますからね。でこれを読みながら各論点の論証を理解、そして最終的に暗記していってください。で合格民法の使用方法についてはね、さっきお話をいたしました。いいですね、あそこ絶対読んでくださいね、また忘れてもね。いいですね。でそして最終的には合格民法に掲載されている論点の論証、そのね答案に書けるようにしてくださいと。結局答案に書けるようになるまでが勉強ですよ。どんなに深い理解を得ても書けなかったら無意味ですよって今回ね冒頭でも申し上げました。大事ですよ、書面審査だから。論文試験はね書けなかったら意味ありませんからね。で以上まとめるとここです。最初は入門用としてこの合格基礎テキストを使いね、であとはね一通り講義全18回聞き終わったら合格民法を中心に勉強を進めてください。
そうするとこの合格基礎テキスト、ね、この講座の中ではね入門用の教材ですけど、降格民法に移行した後はあくまでも参考書として使っていただければ OK ですから、 OK です。いいですね。だから最後まで合格基礎テキストをずっと読む人いません。うちから受かっていかれる方たちでね、最初に使うだけですね。でもこれやっぱ大事なんですよ、次の効果形をね理解するためにもね。いいですよね。であと丸4ですね、これもねもう再三申し上げてます、無駄な勉強しちゃダメだよっていうことでね、常にどうやって書くのか、これを意識してくださいですね。であと次の丸5、これもさっきねお話しましたけど、一応ねちょっとまあ極端なね表現ですけど、民法の勉強の9割は理解で残り1割が暗記、こういうイメージで勉強を進めてください。もちろん暗記も大事ですよ。で覚えなきゃいけない知識もかなりありますけど、でもイメージとしてはねやっぱりこれぐらい理解にやっぱりね時間割いてほしいんですよ。でしていきますよ。法律学は高度な論理学です。ですから学習する際は常になぜで右のページどうしてでさっきやりましたね。これね昔からねこれなぜかの学問って言われるんですね、法律学って。と理由を考えるようにしてくださいと、さっき言いましたね。理由を考える癖が身につくと法律は理解が飛躍的に進みます。すると暗記する分量劇的に減るんですよ。減るの、これ本当に不思議なんですよ。私も自分で経験があるんでこれも断言しますね。でもちろん暗記事項自体はね少なくないけども、理解に裏打ちされると理解しやすくなって、さらには忘れてもね、あさらには忘れにくくなりますよってこと。また忘れてもすぐ思い出すからね。だから9割ね、9割が理解、暗記が1割だよってこと。で次で今度丸6、7割ですね。7割ね、合格点が6割でしょ。でも民法は取れるんですよ、取れるの。7割は実際うちの受講生さんかなりの方が取ってますから、いいですね。これぜひね、得点ね、得点源にしてください。あの得点源の源ってあの源の字で、あの減るじゃダメですよ、減るじゃない、得点源減ってどうするのってね。民法は今ねこれ得点源源取る科目に変わってますから、一昔前まではね民法はできるだけ失点しないようにね守りの科目だったんですよ。今違うの、得点取らなきゃいけないんですよ、取らなきゃいけない。なんでかというと論文4科目の中で間違いなく民法が一番基本的な問題出してくるからです。そういうこと。だから民法で苦手意識持ってる方はなかなか受からない、そういうことですね。で最後7番形式面を軽視しないね。でこれもねまた詳しくはね合格基礎答練でお話しします。あの法律ね、民法法律には独特の表現があり、また独特の答案の書き方があるよってことで、答練等でね実際皆さんのね答案採点してると、自分勝手な答案ね、自分勝手な表現、あと自分勝手な答案の書き方ね、する方が少なかずいらっしゃいますね。しかしそれではね高い評価得られません。合にいれば合に従いますよ。法律学には法律学の決まりがあるのってこと。いいですね。答案の書き方もあるんですよ、厳然と。ね。だから、形式面もおろそかにしないでくださいね。詳しくは合格基礎答練でお話しますよってことで。ね。随分時間かけてね、お話をしてきました。民法は本当にね、方法論大事です。したがって今回ね、随分時間を割いてお話ししましたけど、また忘れたらね、ここのテキストですね、また立ち返ってみてください。こちらですね、対策のところね。でもちろんね、いやそれでもちょっとねあの分からないんだっていう場合はね、もう遠慮なく降格民法ですぐね聞いていただいても OK ですから、よろしいですね。じゃあ中身入っていきますよ。でテキストね、こちら開けてください。いよいよね、まあ、やっとと言うべきかね、こちら入っていきましょう。1ページです、1ページ。で民法の考え方ですね、こちらで下のちょっと図見てくださいね。この帯番号1番、民法とはどのような法律かってことをね、この後皆さんにご覧いただきます。でこれはねすぐに答案にねこれ使うわけじゃありませんので、あくまでもこれから勉強する民法の前提知識になりますね。ですからちょっと軽く聞いていただければ OK です、ね、で一応ね体系がこんな風になってます。でさっきもねすでにお話しましたけどね、ちょっと戻りましょうかね、テキストですね、こちら。この民法一般についてさっきこのお話をいたしましたね。相続、物件、担保物件、債権総論、債権格論、
あと家族法があって、家族法の中が親族法、相続法に分かれますよってやった、ね、でそれちょっと軽く頭に入れながらもう一回こちら1ページの方お戻りください。すると相続、ね、ここに来るんですよ。でその下が財産法と呼ばれる物件債権と家族法と呼ばれる親族相続に分かれます。したがって一応相続、物件、債権、親族、そして相続、この5つが、ね、まあ、民法 の、ね、このまあ全体構造になっているというふうに一応、ね、軽く頭に入れておいてください、ね、相続、物件、債権、親族、相続ですね。で試験で出るのはさっきもね、あの受験案内でも皆さんにお話しましたけど、こちらです。財産法の方です。ね。これ、相続が第1編。で、物件が第2編。債権が第3編。さっきお話しましたね。ね。第1編、第2編、第3編。ここを中心に試験問題出しますよ。ね。さっき国交省の受験案内、皆さんにご覧いただきながらお話しました。したがって、このゴシックにしている方。ね。こちら。こちらが、鑑定士の民法のね、勉強する範囲。こちらになりますんで。逆に家族法。こちらもね、若干ね、この財産法と絡んでくるね、あの条文とか、若干あるんですよ。確かに。そういうものはやります。やる。ね、この財産法とね、絡んでくる条文とかありますんで、それはね、当然試験でも出ますから。ただ、基本的にはこちらの家族法についてはね、もうほとんどやらないという、そんなイメージでね、あの、いていいです。ですね。だからこういう細字で、明朝で書いてます。これ、家族法の親族っていうのはね、これある意味日常用語化してますよね。親族会議とか言うじゃないですか。ね、これ家庭内ですよ。ね、もう家族法自体が家庭内です、これ。で、親族と来たら、ね、あの、親子とか、夫婦とかですよ。ね、あと婚姻とか、その逆の離婚とか、ね、そういうのを規定してます。で、相続。これはもう読んで字のことですね。親が亡くなって子供が相続するとか、ね、そういうね、家庭内の話。そういうのをこれ家族法って呼んでます。でもこちらは基本的に出ません。で、こっち、財産法って呼ばれる分野。ね。こちらが試験の基本的な出題範囲です。で、これが大きく物件と呼ばれる分野と債権と呼ばれる分野に分かれて。で、また物件の中身がね、ご覧のように物件総論、物件各論。で、各論ってのはね、これ具体的な中身を各論って言います。で、この各論の共通項をまとめたのを総論って言います。あるいは相続って言います。したがって、この一番頭に来ている相続っていうのは、財産法と家族法の共通項を規定してるんですよ。だから、どちらにも適用される規定。そういうもの。こういうのを相続って呼んでます。相続。ね。で、これ。で、財産法っていうのがあって、これが物件、債権に分かれて、ご覧のように、総論、各論。債権もそう。やっぱり債権、総論、債権、各論。で、各論の中身が具体的にこんな形でずらずらと上がってます。ね。とりあえずこんな形で、ね。あ、これが一応民法の全体像なのかということで、ちょっと軽く頭に入れてみてください。良いですね。で、実際ね、これ、皆さんのお手元の条文集ですね。ちょっと開けてみてください。条文集。条文集の条文もね、ご覧のような順番で上がってますんで、ちょっとね、最初の、あの、目次ですね。目次だけちょっと見ますよ。こちら。開けてみてくださいですね。そうすると第一編が相続ですね。でずっとちょっと下に降りていってください。今度第二編が物件、いいでしょ。でページめくって次2ページですね、こちらで第三編が債権です、いいでしょ。で今度右のページ、今度3ページですね、こちらで第四編が親族、いいでしょ。で最後4ページ開けてください。こちら、これが最後、第5編相続。で、さっきも申しましたけど、これね、ここで、この1050条、まあ、条文いっぱいありますね。ここで民法の条文がおしまい。で、下が、さっきもお話しましたけど、借地借家法の条文になります、これ。ね。で、これも当然試験範囲に入ってきますんで、これさっきお話をいたしました。ですね。一応これが、ね、まあ、民法の、まあ、全体構造になります。ね。もう条文見てもらうとね、もう結構、わかりやすいかなと思います。相続から始まって物件、債権、親族、相続、ね、こういう順番で条文も規定されてますんでね。でもとにかく柱になるのは
こちら、ね、財産法と呼ばれる分野の物件と債権、さらには共通項の相続、この3つです。相続、物件、債権、これが勉強のね、これ柱になってきますんで、鑑定士民法のね柱になってきますんで、ね、これをぜひねしっかりと、こことこことここね、この3つね、この3つの分野をしっかりとこれあと見てまいります。よろしいですね。じゃあちょうど時間になりましたんで、ちょっとね休憩に入ります。10分間お休みください。はい、それでは後半の第3ユニットに参りましょう。で、先ほどですね、ちょっと高架家ですね、高架家皆さんにねちょっと使い方をお話したんですけども、ちょっとね高架家のよいしょ、9ページですね、ちょっとこちらご覧いただきます。これさっきのね4番です。向かい室の用品ってやつですけど、一応ね今休憩時間の間、私の方でねこんな風にちょっと今色分けをしてみましたね。これさっきお話したね色分けの仕方ですね。問題提起はピンクだよ、結論が緑だよ、理由が青だよってことで、ね、こんな感じです、ね、さっきも言いましたけど、別にアンダーラインでもいいですよ。上からねこうやって塗らなくても、アンダーライン、ね、の方がいいやって方はねアンダーライン引いてもいただいてもいいですけど、ともかくこの3箇所これはね最終的に理解して覚えなきゃいけないんですよ、答案で使うから。いいですね、問題提起、結論、理由です。で、当てはめはさっきも言いましたけど、これはね事例が変わればこれ当てはめも実は変わるから、だからここは覚えなくていいんですよ。逆に言うと覚える箇所ではないってこと、ね、覚えるのはこの3箇所だけ、ね、こんな形でやってみてください。ただね、これもちょっとね、ちょっと あらかじめ注意点申し上げておきますと、いきなりこれ塗る作業から入んないでくださいね。これ本当にただの作業になっちゃいますんでね。やっぱりね、これ勉強するときですね、本当にこのね、勉強するときにね、これ塗りながらね、あ、一応こういう構造だなと、ね、で、この3箇所、これをね、理解して覚えていくんだなってことでやってください。そうじゃないと、ね、いきなりね、もう勉強の合間に、これ、ここからね、入ると、ただ塗り絵になっちゃいますから、ね、これはもうちょっとね、効果が薄いんで、ね、勉強、本当に勉強するときにね、ちょっと面倒でもね、この3色でちょっとこう、色分けして、で、押さえていくっていうふうにやってみてくださいね。じゃあもう一回テキスト戻ります。合格基礎テキストですね、よいしょ。で、ちょっと続きいきますよ。で、下ですね、よいしょ、これぐらいで見えますかね。で、ここですね、ここはねやっぱり答案で使わないんで、ここも一回読んでね、頭通しとけばいいです。意味をちょっと一回考えとけばいいです。で、民法は基本的に私人で、これ国地方公共団体等以外のいわゆる一般市民、私たちです。私たちね、国地方公共団体といわゆる公的機関ですね、公的機関、もっと言うとお上ですよ、以外のね、これ一般市民、こういうのを法律上私人と呼んでます。で、私人と私人との横の関係を扱う法律、これを司法って言ってます。司法、私の方ですですね、この私人の私を取って司法っていうんですよ、の一般法、これが民法なんですよ。民法は私人と私人との横の関係を扱う司法の中の一般法ね、これで、逆に一般法の反対概念を特別法っていうんですけど、ね、例として商法とか労働法などがあります。これ特別法です。司法の中の特別法、民法はねそうじゃなくて、あくまでも司法の中の一般法、あくまでも私人と私人との横の関係を規律する法律ですよ、ね、そういうことなんですね。で、逆に国地方公共団体等と私人との縦の関係を扱う法律を公法というと、これ当然さっきのね司法の反対概念です。司法の反対概念ね、これ縦の関係ね。で、例として憲法だとか刑法だとかね、こういうのが公法の、ね、典型例というふうに言われています。で、民法は平等で対等な一般市民を念頭に置いて、ね、規定された法律ですよってことで、これ大抵ねどのね学者の方にも載ってるんですよ、この説明は。で、ちょっとね裏の図見てください。図で表すとこういう図なんですね。ちょっと大きくしますよ、よいしょ。
注意つけますよ。縦ってこういうことね。ここね、縦。で、横はここですね。で、まず上に、国地方公共団体等の公的機関。ね。まあ、簡単に言うと、お上ですよ。お上があって。で、下に、私人ですね。A さんとか、B さんとか。ね。で、この私人と私人の横の関係。これ横ね。横の関係。起立する。これを司法って言いましたね。前のページで。で、逆に、縦。ね。国地方公共団体等の、ね、公的機関と私人との縦の関係。起立する方を公法って言った。憲法とか刑法ですよ。司法はね、これ、司法の一般法が民法。司法の特別法が労働法とか商法ですよ。さっきやった。ね。大抵ね、こういうね、図なんですよ。こういう図。これ大体大学のね、先生なんかがね、講義でね、こういうふうに書く。これも伝統的な図って言ってもいいんですよ。これは。私もこれ大学時代、この図で説明された記憶があって、ね、図で書くと大体こういうふうに説明してくれるんですね。公法とか司法ってこういうふうだよ。ただこれ、気をつけてほしいのがね、これ国地方公共団体との公的機関。これお上。お上が上って意味じゃないんですよ。お上が上じゃない。ね。もう、今日はね、もう特に戦後はね、もう主権在民ですから。だから私人、私たち国民の方が上なんですよ。ね。ただ一応説明の便宜で、ね。一応公的機関を上に持ってきて、ね。で、下に私たちのような一般私人を持ってきて、こういう説明するのが大抵ね、まあ一般的な説明の仕方なんですね。でね、これだけね、考えてもしょうがないんで。で、この知識どこで使うかというと、これ使うんですよ。使うの。で、ちょっとまたね、高架家用意していただきたいんですけども、高架家の28番ちょっと開けてみてください。高架家のね、28番ですね。こちら。ページで言うとね、64ページです。ちょっと開けてみてください。ここですね。これ、ここで使うんですよ。ここで、広報ってあるじゃないですか。そういうこと。いいですね。一応使いね、使い先ですね。使う先。ね。これだけ気をつけておいてください。ですね。またこれね、この代理っていうね、ところでまた勉強いたしますから。ね。高架家の28番ですね。28番。ここで使うよっていうことですね。したがってちょっとね、軽くメモをしておきます。ここ。こう上にね、ちょうどスペースがありますんで。こう。かけ。ナンバー。28。で、こういうふうに書いておくといいですね。こうかけナンバー28と。ね。ここで使う知識ですよってことで。で、この28番の論点ですね。勉強するときまたテキストのこの図立ち替えてみてください。そうするとさらにね、理解しやすくなるから。いいですね。ということで。で、ちょっと下行きますよ。で、あと、ちょっと、民法はまず、民法全体に共通する内容を定めた、総則。民法総則。さっきやりましたね。これね。前のページで行くと、これ。このてっぺんです。これ。ね。総則。民法総則って言います。これ。ね。で、戻りますよ。で、総則が規定され、その下に財産法と家族法の二つに大きく分かれると。これ前のページでやりましたね。で、そして財産法は物件と債権の二つに、また家族法は親族相続のね、二つにそれぞれ分かれたと。これもさっきね、前のページでご説明しました。で、財産法は、ね。これ財産。ね。財産法。物件債権という財産関係の権利を対象とするものであり、次ですね。ちょっとアンダーライン引いていきますよ。ここ。物件とは物に対する権利で、債権とは人に対する権利。これは覚えちゃってください。これは覚えちゃってください。いいですね。物件とは物。に対する権利。だから略して物件ですね。で、債権。これは人に対する権利です。で、債権の債ってこれ人弁でしょ？人弁。だからこれ人を指してるんですよ。ね。それゆえ、債権ときたら人に対する権利。ね。とりあえずざっくりこれ頭入れといてください。またそれぞれの箇所で詳しくやります。ね。それぞれの箇所でまた詳しくやりますから。物件と債権。物件と債権。よりですね。こちら。またそれぞれの箇所で詳しくありますから、とりあえずここではね、これ物件ときたら物に対する権利、債権ときたら人に対する権利、一応ね、これは分かるように、ね、これは今、たった今覚えちゃってください。いいですね。で、あと下にいろいろね、またずらずらといろんなね、
具体的な中身がね載ってますけど、これ待たずでね、どっかのタイミングで一回ざーっと目通していただければ OK でね、別にこの辺は別にそんなね何回も読む必要はありません。とにかくこう物に対する権利が物件だよ、人に対する権利が債権だよっていうことですね。でその中でもね、この一箇所だけ物件ね、物件の中に所有権っていう権利があるんですよ。でこれはね結構まあに結構日常用語化してる面もありますね。これ私の所有ね、私が所有してますよとかっていうの決して珍しくないですね、その表現ね。ね、そういうの所有権って言います。所有権、まああんまりね日常生活の中で所有権とか言い方しないけど、でも私が所有してますと、所有者は私ですよって言い方しますよね。ね、その場合ね、物を所有してる権利、これを所有権って言います。所有権、これ物件の一種類なんですよ。物件っていろんな種類があるんですよ。でちょっとテキストねちょっと先取りしますけども、ここ93ページ開けてください。合格基礎テキスト93ページ、この物件のとこね、投資番号5番です。でちょっとちっちゃくしますよ、こちらですね。でこれ見ていただきますと、このねこの表がね上がってますね。でこれ物件の種類なんですよ。物件ってね、ご覧で種類がずら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 っていっぱいあるの。でまたその時ここでねまた詳しくやりますから。で一箇所ちょっと見ていただきたいのがここ、所有権ね、これ私が所有している権利ね、所有権ね、所有する権利ですよ、これ所有権って言います。所有権ね、このここに上がってますんで、これが非常に大事な権利です。物件の中で、物件の中で所有権ですね。ちょっと軽く頭入れといてください。したがってこの後もこの講座の中で随所にね、今所有権誰が持ってますか、この所有権誰から誰に移転しましたか、で最終的にその所有権誰に帰属しましたか、で現時点で今所有者誰ですかね、常に所有権を意識して見てきますから、いいですね。でもう所有権って言葉はね、もうたった今覚えちゃってくださいね。これ難しくないでしょね。例えば今これね、私が今これね、このアナログ時計、もうこれね中古のアナログ時計ですけど、これ私持ってます。これ私の所有物だから、私がこの時計の所有権を持ってます。いいですね。で皆さんもね、今この講義をご覧になりながら、お手元でねこうあのペンを走らせたりね、あるいはこの教材を読んだりとかされていると思うんですけど、それは全部皆さんが所有しているものだから、皆さんがそれぞれ所有権持ってますよね。ペンにしても教材にしても、そうでしょ。盗んできたって人いないと思うんですよね。盗んできた場合には当然所有権ありませんから ね。でもそうじゃなくて、自分がちゃんとお金払って買った、ね、当然自分が所有権持ってますから。でこの後とにかくね、この所有権っていう権利ね、これが随所に顔出すんでね、出てきたら、あ、これ物件の中の一種類で一番ベースになる、一番基本になるね、そういう物件だなっていう意識はね、ぜひお持ちになってください。いいですね。じゃあちょっと続きますよ。でもう一回テキスト2ページの方お戻りくださいですね。こちらこんなところです。で下までねこういろいろ載ってますけどね、一回ざっと目だけ通しておけばいいですですね。で今度右のページいきます。これが大事なんですよ。右のページいきます。今度3ページですね。合格基礎テキスト3ページです。で帯番号2番、民法の体系ね、体系っていうこうあれ上がってます。でご覧のこの図ですね、ご覧の図、これ皆さんご覧になってみてなんかイメージ持ってますかね。これ、ま、向かって左側がね、この試験のしたいところが、これが A さんです。A さん。これ人なんですよ、人。ね。で、向かって右が、こちら。ね。こちらも試験のしたいってところで、B さん。これ B さん。人なんですよ、人。いいですね。で、A さんと B さん。ね。が、契約を結ぶんですよ。ここは売買契約です。売買契約。で、この売買契約も、これも皆さんいいですよね。普段売買って、ね。もう、日常的にもうね、数え切れないくらいやってるじゃないですか。コンビニで物を買う。ね、あれも売買。本屋でね、あの本を買う。これも売買。あと、ちょっと高いお金払って、土地とか建物を買う。これも売買。いいですね。で、この売買。ね、これもやっぱり鑑定試験でよく出ますから。ね、やっぱり、いろんな事例でもね、問われますんで、しっかり見ていきますよ。で、よいしょ。売買。ね。で、これ、一応、土地付き建物。ね。土地付き建物。これ
これもともと A さんが所有してるんですよ。所有権持ってます。両方とも、両方ともいいですね。所有権、さっきやりました ね、所有権持ってます。で A さんがね、これを B さんに売るよね。で逆に B さんが、あ、それ買いますね、買うよ。こういうのを意思表示って言います。売るよっていうのを意思表示で、逆に、あ、その土地付き建物 A さん、私買いますよね、この B さんの買う、このこれをやっぱり意思表示って言います。これ覚えちゃってください。いいですね。これも答案で数えきれないぐらい使いますね。これ意思表示、意思表示です。でちょっとね、これ注意点申し上げておきますと、ちょっとお聞きしますよ。ここね、この意思表示ですけども、志じゃありませんからね。いいですね。これ書くとね、バッテン、これ減点されますよ、本試験で。いいですね。こういうのしっかりとね、これ専門用語ですから、専門用語はもうね、とにかく理屈抜きで正確に覚えるね。ここは思うっていう字書いてください。思うね、志書いたらバッテン、間違いですからね。当然本番で減点されますからね。よいしょ。これぐらいは見やすいですかね。ですね。で A さんが売るよ、意思表示で、 B さんが、あ、買いますね、買うよ、意思表示で、2つの意思表示が合致をすると売買契約が成立するんですよ。成立するの、いいですね。逆に言うと、逆に言うと売買契約ね、私たちが普段ね、もう限りなくね、頻繁に行っている取引の一つね、この売買契約が成立するためには、この売るっていう意思表示と買うっていう意思表示の合致が必要ってこと。そういうことね。だから売買契約が成立するためには、売るよ、これ意思表示ね、で買うよ、意思表示ね、この二つが合致をしなきゃいけないんですよね。そういうこと。だから合致しなかったら売買契約は成立しないってことね。だから A がこれね、この土地付き建物ね、 A が売るよって意思表示をした。ところが B がね、これ別のね、これ A が他に持ってる別の土地付き建物を買うよって意思表示しちゃった。この場合当然合致してない。だから当然ここのね、この図に上がってるこのね、土地付き建物についての売買契約は成立しないね、当たり前のこと。いいですね。でこれしっかりと押さえてくださいね。2つの意思表示の合致によって売買契約が成立するよってことで、で基本的にほとんどの契約はね、この意思表示の合致だけで成立するんですよ。合致で成立する。いいですね。特に売買ね、この2つの売るよ、買うよ、この2つの意思表示で成立しますからね。まずこれをしっかりと覚えてくださいね。であとね、ここの試験の主体とか、あと客体とかね、これ一応やっぱね、これ学者の本からの引用なんだけど、学者ってこういうね、あの抽象的なね、説明概念がすごく好きなんですね。でも答案では使わないんでね、これあくまでもね、まあ一応なんか主体だなね、で客体だなね、こちら主体だなね、これだけ見とけばいいですよね。当然この A さんが主体として、また B さんも主体としてね、この客体であるこの土地付き建物の売買契約を行うわけだから、そんな視点で見とけばいいですこれね。でこれが売買契約よしですね。で今度下見てください。今度契約ね、すなわち意思に基づかない法律関係ってことで、ここに不当利得と、あと特に不法行為ですね。これちょこちょこね、鑑定試験でもやっぱ使うんですよ。これ不法行為、不法行為、不当利得あんまり使わないですね。あんまり鑑定士の民法では使わないんで、だから右側の不法行為、こちらでちょっと見ていきます。でこの不法行為は意思に基づかないね、法律関係、あるいは意思に基づかない制度って言われてます。逆にさっき上でご覧いただいた売買契約は意思に基づく制度って言われてるんですよ。ね、売るよっていう意思表示、意思でしょ。でこれを外部に表示してるんですよ。これ意思表示って言います。またこの後左で見ていきますね。右の買い主 B もそうでしょ。買うよっていう意思、これを表示してる。やっぱり共に意思はあるんですよね。だから意思に基づく制度って言い方をされますね。で民法は原則としてこの意思に基づく制度、こういうのを原則にしてるんですよ。これが原則なの。
意思に基づくのが原則だから契約っていうのが原則なんですよ。それに対してこの意思に基づかない制度の一つである不法行為、これは例外です。例外ですね。こちら原則だよってことで、よしですね。こういう意思に基づくね、この制度である契約、これが民法が予定している原則です。原則の制度で、不法行為、これは意思に基づかないね、これは例外的な制度ですよってことでね。で、大きくこうやって二分する、よいしょ、これぐらい入るか、もうちょっとちっちゃい方がいいかなね。これです。こうやって見ると実は民法ってね、条文いっぱいあるけどね、1050条まであるけどね、こうやって対別すると意思に基づくものと基づかないものに二分できるよね。これを民法の体系って言ってます。これ特にこれうちのね、これレックのね、あのテキスト、他のね国家試験のね、あの民法の教材なんかによくね、こういうの、この図、同じような図が載っけてあるんですよ。これレックで作ったレック体系って一応ね名前読んでんだけど、一応こうね、ここで一応レックは取りましたけどね、これが一応ねこういうふうにね、これが民法の大枠っていうか体系ですよってことで、これでまずまたざっくり頭入れてほしいんですよ。ね、やっぱり勉強するときってね、細部、大きいところから細部、ね、細かいところに入っていく、この思考の方が絶対理解しやすいし頭に残るから、いきなり細かいところから入っていったら絶対迷路にはまっちゃいますよ。だからまずはレック体系でね、まず意思に基づく制度、これが原則ね、でこれは契約ね、契約が典型例、まずこれ頭に入れる。でそれに対して意思に基づかない制度がある、これは例外的な制度で、でこの典型例が不法行為、不法行為、こういうふうに分けるんですよ。ただ頭に入れやすいでしょ。で民法の問題を考えるときも当然まずは原則である契約が成立してんのかなから見るんですよ。ね。で、契約が成立してない。としたらじゃあ、例外的な制度である不法行為はどうなのかな、こうやって見る。たら、論点落ちが防げるんですよ。論点落としが可及的に防げるってこと。ね。これは思考経済にも資するんですよ。まず原則の契約から見て、ね。契約関係がない。としたらじゃあ、例外の不法行為どうかな。ね。そうすると、不法行為についてもちゃんと言及できますから。結構ね、契約だけしか書かない方多いです。ね、そうじゃなくて、じゃあ不法行為どうなの？ね、これについても忘れないようになるから。ね、一応これ、ざっくりと、このレク体系ですね。レク体系。ね、これ頭に入れといてください。意思に基づくのが原則。典型例が契約。意思に基づかないのが例外。典型例が不法行為。ね、この後それぞれ見ていきます。で、今度速習見てくださいね。こちら。これぐらいで見えますか？もうちょっと置けばいいかな。で、ここね、このコメント、これものすごく大事です。ものすごく大事なんで。で、じっくりいきますよ。右の図で、A の売るという意思表示と、B の買うよという意思表示が合致すると、売買契約が成立しますよ。これさっきあった。でね、これ、例の2017年の民法改正で、これ、条文ができてるんですよ。じゃあちょっと条文書を開けてください。522条の1項ですね。522条の1項ですね。こちら、ここですね。条文集でいうと59ページです。59ページちょっとね開けてみてください。よいしょ、これですね。こちらですね。第二章契約の相続の中の契約の成立ってことですね。522条の、よいしょ。これです。1項です。1項。ね。で、これもちょっと覚えててほしいんですけど、ね。この2って書いてあるの。これが2項です。2項。で、ごめんなさい。こっちですね。ちょっと失礼しました。よいしょ。ちょっとこれで止めますよ。よいしょ。で、こちらね。522条。これ2っていうのが2項です。また後で出てきますからね。項っていう字ね。ね。522条2項って言います。こちらが項です。で、1項の、あれ先生これ1項の1に載ってないよ。これ載っけないんですよ。1項の1っていうのは載っけない。これ決まりなんですよ。だから上の条文見てください。こっちもそう。ね。1が載ってないでしょ。ね。でもこれ1項なんですよ。何人も法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。これは521条の1項です。
したがってこちら522条の1項で、こちら1という表示はしてないけども、これ2項の2があるから、そのすぐ上のね、この条文が1項を指してるよってことね、これ分かるようにしておいてください。ともかく1項の1っていう数字は表記しない決まりになってます。これは他の条文全部そうです。他の法律もそう。いいですね。で、したがってこれね、今私がペンでグリグリグリと示しているところ、これは1項です。522条1項で、ちょっと中身いきますよ。契約は契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示、これを申し込みって言います。申し込みですね、に対して相手方が承諾ですね、したときに成立するよってことでですね、ここに意思表示ってあるでしょですね、こちらで、これ申し込みと承諾、この2つの意思表示が合致をして契約が成立するよって言ってるんですよ。申し込みと承諾、これともに意思表示です。意思表示、じゃあどっちが申し込みでどっちが承諾なのかっていうとね、これは時期なんですよ。先に行われた意思表示を申し込みって言います。こっちが先ってことで、それを受けて後からね、行われた意思表示を承諾って言います。こっちが後なんですよ。ちょっとこれは覚えておいてくださいね。申し込みが先、承諾が後ですね。で、ちょっとテキスト戻りますよ。よいしょ、こちら。そうするとこのテキスト3ページのこの図ですね、もしね、もしですよ、この A が売るよっていう表示の方が先であれば、これが申し込み。で、それに対して、それを受けて B が、あ、じゃあ私買いますよ。ね。この買うっていう表示。これが後から行われてれば、こちらの B の買うっていう表示が承諾になるんですよ。そういうこと。で、もし逆にね、B の方が、いや、これ買いたいんだけど。ね。この意思表示が先で。で、逆に A の、あ、いいですよ、売ってあげますよ。もう私、使いませんから。ね。これが後に行われた場合には、この A が買うっていう表示が申し込み。で、後から行われた売るが承諾になる。それだけ。で、全然難しくないでしょ。だから時期なんですよ。どっちが先かってこと。いいですね。で、ともかく、ね、申し込みと承諾の2つの意思表示、これが合致をすれば契約が成立するよ。ね、これ、522条1項で、改正によって、改めてなんですよ。こんな条文なくても、こんなね、民法改正前からこのように理解されてたんですよ。これ争いありません。学説でも争いなかった。ただ、改めて、ね、明文化した、条文化したってこと。ね、一応頭入れといてください。ね。で、ちょっと続けますよ。もう一回左の速集をご覧ください。こちら。で、コメント欄ね。で、ここで、意思表示とは、ここからです。ちょっと印つけますよ。いいですね。これ、意思表示とは、権利変動。で、権利変動って何かというと、権利の発生、移転、消滅。この三つを総称して、権利変動って言います。権利が生まれて移転して死んでいく。いわば権利の一生みたいなもんですね。これを総称して、権利変動って言います。ね。という法律効果。あとこれ後でやります。法律効果って何なの？ね。という法律効果を発生させようという意思。で、この意思を内心的効果意思って言います。で、これも覚えます。ね。また後でやりますから。ね。で、これを外部に示す行為。これを意思表示って言います。だから、もう読んで字のことしてね。これ単にこの意思が内心に留まってたらダメなんですよ。留まったら意思表示でいいね。だって表示しなきゃいけないんだもん。そういうこと。ただ、気をつけてほしいのが、この意思がね、どんな意思かってこと。これなんですよ。権利変動という法律効果を発生させようという意思じゃないとダメってことだ。ダメ。そうじゃないと、この意思表示でいう意思には当たらないよ。で、権利変動っていうのが、権利の発生移転消滅。そういうこと。一応これちょっとアンダで引いておきますよ。これはね、できればちょっと覚えてほしいですね。答案では書かないんですよ。答案では書かないんだけども、ね。ここ。やっぱこれはね、ちょっと理解して、ね、意思表示ってどんなものかな。ね。単に内心の意思を外部に表すだけじゃなくて、この意思が権利変動に向けられたもの。ね。これはやっぱしっかりと理解してほしいんですよ。で、ちょっとしてみてくださいね。で、これ具体的に言うと次なんですよ。売り主 A の売る、これね、という意思表示は家のこれ所有権、やったでしょね。
A がこの土地付き建物、ね、所有してるんですよ。共に A が所有権持ってるんですよ。さっき言った。家の所有権を買い主 B に移転。これは権利変動でしょ。ね、さっき言ったように権利変動って3つあった。発生、移転、消滅の中の移転でしょ。所有権が A から B に移るんだもん。そういうこと。ね。だから、これ、所有権、家の所有権を買い主 B に移転。これ権利変動。使用という意思を外部に示す行為。だから、この A の売りますよっていうのは意思表示なんですよ。いいですね。で、続きますよ。で、逆に買い主 B の、あ、買いますよという意思表示は、家の、やっぱりこれ所有権ね。ここ。これを A から取得。ね。やっぱこれ権利変動でしょ。ね。こちら。ね。使用という意思。これを外部に示す行為ってこと。ですね。こちら。あるいはこれ取得。これ発生って言ってもいい。ただ発生っていう言葉よりはね、移転。ですね。移転の方がね、しっくりくるかなと思います。でもこれがとにかくね、この A から。A が持っている所有権が、ね、スルスルスルと B の元に移る。ね。これが権利変動だ。ね。これはいいでしょう。ね。まあ、ここは移転の方が座りがいいですかね。こちらね。やっぱり移転。こちら。これね。2番目。ね。発生というよりは移転の方が座りがいいかなと思います。ね。こんな形で。ね。見てみてください。こちらもそうですね。こちら。ね。一応取得になってますけど。ね。こちら移転。やっぱり権利変動だよね。ってことで。ね。だから、単なる内心の意思じゃ足りない。ね。ともかく A にしても、また B にしても、ね、この権利変動です。所有権が移転する。こっちもそう。ね、所有権が A から B に移転する。こういう権利変動ですね。権利変動。一応アンダーライン引いておきますけどね。取得。ね、まあ、移転。ね。これに向けられた意思でなきゃいけない。で、それを最終的に外部に示して、初めて意思表示になるということ。これ。いいですね。とにかくね、もう名前の通りで、表示はしなきゃいけない。でも問題はその意思。ね、これがどんな意思かってこと。権利変動に向けられた意思でないとダメだよ。そういうことですね。これは。まあ理屈っぽいですけどね。じゃあ、私たちが常にこれ、具体的に意識しながらこういう売買契約を結んでるかというと、当然こんな意識しませんよ。でも、私たちの内心を探れば、やっぱこの意思を持ってる。ね、売り主であれば所有権を買い主に移転してあげる。ね、買い主にしてみれば売り主が持っている所有権を、ね、移転してもらう。この意思が持っているのは間違いないでしょ。間違いない。で、こういうね、普段何気なく私たちがね、無意識のうちに繰り返し行っているよう何気ない行為をこうやって分析的に、もっと言うと理屈っぽく説明するのがこの法律なんですよ。また民法なんですよ、ね、だからこれ鑑定士のね、受験生の方って結構やっぱり理屈っぽい方多いんで、だから民法って絶対私はね、まあ、これ個人的な考えですけど、得意科目にできると思うんですよね。やっぱり論理的な思考好きな方多いですから。そういうこと。やっぱり民法論理学ですもん。論理学いいですね。だから絶対ね、あの苦手意識を持たないでほしい。あの食わず嫌い絶対あのやめてほしい。そういう思いです。よしですね。こちらね。で、ちょっと過ぎますよ。今上のね、こちら意思に基づく制度ね、この契約お話しましたね、2つの意思表示が合致をして成立する。この意思表示ってどんなもんなの、これを今速中でご覧いただきました。いいでしょ。これね、所有権の移転ね、こちらもそう。所有権取得する移転ね、これで。で、次、今度例外に行きます。不法行為、これは意思ね、契約って書いてますけど、これ意思、こっちの方が分かりやすいですね。意思に基づかないね、制度ね、これ代表例が不法行為ですよって言った。で、ちょっと速中いきますよ。こちら。この、ここからね、もしです。もし AB 間に、上記のような意思表示がないのに、B が勝手に A の家、これですよ。ここね、B が勝手に移り住んでたんですよ。で、ちょっと続きますよ。移り住んでいた場合には、当然 AB 間に売買契約は成立しません。当たり前でしょ。意思表示がないから。理由は意思表示がないから。ね。で、代わりに、どうなるか。B には、不法行為が成立します。不法行為。ですね。これ、不法行為ってこれね、ある意味、読んで字のことしてですね。不法。
不法っていうのは言い換えると違法ってこと。違法、違法行為。これ違法行為ですよね、完全にね。B が勝手に A 所有のこのね、家に移り住んでた。気がついたら A が、ね、これ、A が気がついたらびっくりですよ。なんで B が住んでるのですよ。ね。これ刑法ですね。刑法っていう法律。さっきね、ちょっとやりましたけど、公法ですね。司法の反対の公法。ね。この、国地方公共団体との公的機関と私人との盾の関係。これ公法って言いましたけど、その一種類である刑法っていう法律があって、ね。これ結構面白いんですよ。皆さんの中でね、勉強したことあるよって方もいらっしゃるかと思うんですけど、ね。罪名が出てくるんですよ。人を殺したら殺人罪とか、人のものを盗んだら窃盗罪とか、暴行脅迫を用いて人のものを取ったら強盗罪とか、あと、勝手に人の家に入ったら住居侵入罪です。ね。皆さん全部聞いたことあるでしょ？ね。こういうの刑法で勉強するんですよ。当然警察が出てくる。だから公法です。公法。ですね。で、今のこの事例、これ完全に住居侵入ですよ。刑法で言えば。刑法で言えば。でも、民法では全部不法行為って言うんですよ。不法行為。いいですね。違法な行為は民法では全部不法行為って言います。言い換えると、民法では罪名が出てこないんですよ。今言ったように、ね、刑法であれば人を殺したら殺人罪とか、人のものを盗んだら窃盗罪とか、ね、罪名があるけど、民法では罪名出てきません。違法な行為は全部不法行為って言います。これも覚えちゃってください。いいですね。じゃあ、不法行為働いたらどうなんの？さっき言ったように、これ民法は司法だから警察は出てこない。警察出てこない。あくまでも、これ、ね、司法だから横の関係、私人のね、横の関係を切り捨てる、これ司法だから、ね、警察は出てこない。あとは、この私人間で、ね、自主的に解決する。通常は、この A が、これですよ。B を訴えます。裁判所に訴えて。ね。で、損害賠償です。ちょっと続きを見てください。これ。709条。ね。これ、代わりに B には不法行為が成立し、B は A に損害賠償義務を負います。弁償ってこと。弁償する。これで結局、決着を図るんですよ。民法では。民法では。何回も言いますけど、ね。罪名は出てきません。ね。あと、警察も出てきません。あくまでも、これ、司法だから。ね。横の関係、私人との横の関係を切り捨てる司法。民法は司法だから。あくまでも A と B で、これ、横の関係で解決する。ただ、横の関係とは言ってもね、最終的には裁判所っていう公的機関は間に入ります。でも、裁判所は当然に入るわけじゃないんですよ。あくまでも、A が B を訴えて初めて裁判所が、こうやって乗り出してくるってこと。だからやっぱりこれ民法はどこまで行っても司法なんですよ。公法じゃないってことね。さっきの刑法であれば人を殺したらもう黙ってても警察は登場してくるでしょね。あれは公法だからですよ。公法だからね。だけど民法は司法です。あくまでも私人と私人の横の関係だからね。だから基本的には公的機関顔出さない。ただ被害を受けた A が裁判所に訴えた時に初めて公的機関である裁判所が顔を出す。そういうこと。いいですね。で、ちょっと条文見ます。条文書を開けてください。709条。こちら。ページでいくと77ページです。ちょっと開けてください。まだなかなかね、こう開き、なんかこう慣れないでしょ？条文集ね。まあ慣れてってくださいね。こういうのもね。こちら。いいですね。第5章、不法行為。これです。条文。ね、不法行為いっぱいね、条文あるんですけど、一番最初のね、条文。ね、トップに来る条文が709条。で、いきますよ。あと、それから、このタイトルもね、この条文のね、このすぐ上に、この丸括弧で、ね、これね、これ、載ってますんで、これがこの条文のね、タイトルです。これタイトルもね、合わせて見ていくとね、この条文の中身ね、セットで頭入りますからね。不法行為による損害賠償。で、損害賠償ってのは弁償するってこと。簡単に言うと弁償する。いきますよ。来い。または過失によって他人の権利、または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うということで。ってことは、さっきの勝手に A の家にね、移り住んだ B、ね、不法行為が成立する。そうすると、これ、B は A に損害賠償しなくてはいけない。逆に言うと、被害を受けた A はね、
この不法行為を働いた B に対して損害賠償請求できるってこと。いいですね。 A からすれば権利です。損害賠償請求権って言います。逆に B からすると義務なんですよ。義務、権利と義務ね、あの法律関係とにかくね、また後でやりますけど、権利と義務に分解されますからね。権利の側面で規定してるのか、義務の側面から規定してるのかね。これ709条は義務の側面から規定してるでしょね。これ不法行為働いたやつは損害を弁償しなきゃいけない、賠償しなきゃいけない、この規定は義務の観点から規定してる。でもね、この不法行為によって損害を受けた人は逆に損害賠償請求権という権利は取得しますからね。常にこのね、法律の問題考えるときは権利と義務ね、このどちらかなね、この側面から見るようにするといいですよ。で、権利と義務ってまた後でやるんだけど、必ず対になってるんですよ。どちらか一方があって他方がないってことはありません。だから権利だけがあって義務がないってことはない、また義務だけがあって権利がないってことはないんですよね。権利の反対が義務、義務の反対が権利、だから両者は対です。だから不法行為でいうと、被害を受けた人はね、この不法行為を働いたやつに損害賠償請求権という権利を取得する。逆に不法行為を働いたやつはね、被害を受けた人に損害賠償義務を負うってこと。いいですね。じゃあ戻りますよ。こちら、そうすると自分喋りましたけど、戻りますよ。これ B は A に損害賠償義務を負いますと、そういうこと。709条、逆に今申し上げた通りね、被害を受けた A は逆に B に対して損害賠償請求できるというふうに答案に書くんですよ。答案に書くのですね。だからどちらの観点から書いてもいいんですよ。A は B に損害賠償請求できるって書いてもいいし、逆に B は A に対して損害賠償義務を、ね、負うって書いてもいいんですよ。いいですね。だって意味同じだもんですね。で、ちょっと続けますよ。で、この不法行為は契約、意思に基づかない法律関係の制度なので、 B は A に弁償する意思はなくとも709条に基づいて B には損害賠償義務が発生しますってことで、要するにこれ何言ってるかというとね、 B が嫌だよ、弁償したくないよって言ってもダメなんですよ。これは自動的にね、もっと正確に言うと、あの要件を満たすと、また後で詳しくやりますけど、709条のね、規定する要件を満たすと自動的に B には損害賠償義務が発生しちゃうんですよ。だから B がいくら嫌だよ、 A に弁償したくないよって言ってもダメなの。これをもって意思に基づかないって言い方をするんですよ、学者が。いいですね。だから戻りますよ。これ不法行為は意思に基づかない制度、そういうこと。いかがでしょう。なんとなく分かりましたかね。こちらね、意思に基づかないよね、嫌だよってもダメなんですよね。これ弁償したくないよね、言ってもダメ、自動的に損害賠償義務は B に発生しちゃいますから、そういうこと。これが明らかにさっきご覧いただいた契約と違いますね。売買契約と違う、こちらは2つの意思表示の合致が必要ですからね。共に意思があるんですよ、売るよ買うよね。この2つの意思表示が合致して成立する契約と明らかに違いますね。ぜひね、この2つしっかりと頭入れといてくださいね。でちょっと一息入れます。はい、それでは最後の第4ユニットに行ってまいりましょう。では改めてですね、合格基礎テキストちょっとね、続きを見てまいりましょう。こちら3ページですね。よいしょね、この下ちょっと見てくださいね。であと、ここはいいですね。あの今度4行目で、上から4行目、それとともに、ここからちょっと軽く見ておきますよ。それとともにね、あの試験ね、試験っていうのはね、これ一応ここに書いてありますけど、司法上の権利ね。だからさっきね、これ試験って言いました。でもさっきも言いましたけど、これね、あんまり気にしなくていいです。まあ司法上の権利、これを略して試験って言ってるんだなね。これの主体、それもこの主体、主体、客体ね、こちらの言葉の方がね、こちらの方がね、やっぱり理解する上で大事ですね。でちょっと続きますよ。でそれともに試験の主体ね、あと客体、いいでしょ。で契約ね、意思に基づく法律関係で、4番目が契約、意思に基づかない法律関係ね。この4つの視点を持っておくと民法の問題を見つける際の手がかりになるよってことで、もっと言うとね、問題考える時のポイントになるんですよ。まず主体が誰かな、で客体何ね、土地かな、建物かなね、そういうことで、契約が成立したのかな、してないのかなね。で
してなければ不法行為かな、ね、こんな流れで、ね、だからこの4つの視点を持っておくと、ね、あの問題を考える時の大きな手がかりになるわけですね。でちょっと続きますよ。でね、一応この丸1の試験の主体で、これ1回読んでおきます。あの無理に覚えなくていいですよ。1回目通せばいいですからね。試験の主体とはね、権利義務、さっき言いましたね、権利の反対が義務、義務の反対が権利、ね、権利義務の主体となる人を指し、でこれにはね、一応自然人、これ人間のことなんですよ、生身の人間、これを法律上は自然人って言いますと、法人、これはいいでしょ、法人だ、これ結構日常用語化してますよね。もう会社もそうだけどね、まあ、民法では会社は出てきませんけどね、あの営利社団法人なんで、ね、これ公益法人ですね。民法では公益法人しか、ね、これ対象になりませんけど、これ人間以外のもの、学校とか会社とか、ね、こちら、こういうのを法人と呼んでます。ただ民法では会社は出てきませんからね、これは会社は会社法で規定してますんで、いいですね。まあ、ともかく、この試験の主体といったら、一応ね、これ人。で、人には2つあるよ。自然人、生身の人間の自然人と法人だよ。ね。これ軽く一回頭を通しておけばいいです。で別に答案では使いません。ね。で、一応試験の主体は民法総則のところで規定されているが、法人については鑑定士。で、裏のページ行ってください。こちらね。鑑定試験ではほとんど聞かれないよ、ってことです。出ません。ですね。で、次、この丸に、試験の客体。ね。これ権利義務の客体となる人。ね。の場合もあるし、あと物ですね、物、土地とか建物とかね、そんな場合ですね、こういうのを試験の客体って言ってますね。試験の客体ですね。で、あとですね、でこれ物についてはね、相続とか物件で勉強しますよってことで、で次この3番目、契約に基づく法律関係ね、こちら、まあ意思に基づくって言った方が分かりやすいですかね。で当然意思表示の合致によって成立する契約を指し、相続物件、債権総論、契約総論、契約各論等で勉強しますよ。で、最後、契約に基づかない法律関係。ね。まあ、意思に基づかない法律関係。ね。さっき前のページでご覧いただいた。ね。やっぱこれは不法行為ですね。これが代表例ですね。他にもあるんですよ。ちょこちょこ。ね。またそれはその時やりますから。ね。一応こんな感じで、一応民法のね、まあ、とにかく全体構造ですね。レック体系っていうのはね、あの前のページでご説明いたしましたけど、これ頭入れといてください。ね、本当に民法の問題を考えるときの大きなポイントになりますから。いいですね。で、あとね、ちょっと速注いきます。この4ページですね。こちら、ちょっと見てくださいね。よいしょ。ちょっと大きくしますよ。これで見えますか？もうちょっと大きい方がいいか。よいしょ。これぐらいで見えますかね。ですね。で、いきます。法律関係。ね。この意思に基づく法律関係とか。意思に基づかない法律関係とかね、ちょこちょこ法律関係ってね、これ出てきてますけども、法律関係ってのはさっきも言いましたけど、権利義務の関係を言うんですよ。これ覚えておいてください。ここね、ここ、これ絶対覚えておいてください。いいですね。こちらで、権利の反対が義務、義務の反対が権利で、ですよ。で、権利と義務は対になってますよ。権利だけがあって義務がないということはありませんよ。義務だけがあって権利がないということもありませんよってことで。ね、これさっきお話しましたね。いいですね。これ覚えておいてくださいね。これね、まだピンとこなくていいですけどね、また勉強が進んだ時またお話しますけども、この民法の問題でね、民法の本試験問題で、例えば AB 間の法律関係について論ぜよっていう問題が出たとしますね。出たとする。その時に法律関係って何？じゃあ困るんですよ。ね、その時に今のこの知識を使ってほしいの。法律関係っていうのは権利と義務に分解されるんだった。だからまず A が B に対してどんな権利を持ってるのか、ね、A にとっての権利は逆に言うと B の義務。そうでしょ。で今度逆に、じゃあ B は A に対してどんな権利を持ってるのか、 B にとっては権利、逆に言うと A にとっては義務。そういうこと。だから権利義務に分解して、それぞれの当事者のまず権利を確定するんですよ。そうすると権利の反対が義務だからね、法律関係が結構容易に整理できるの。これ本試験で結構威力発揮するんですよ、法律関係ね。ただ漫然と法律関係で覚えても全然拉致が開かないでしょ。とにかく権利と義務に分解するね。でまず権利さえ確定しちゃえばいいんですよ。まず A と B それぞれどんな権利持ってるのかな。で権利さえ確定しちゃえばその反対が義務だからね、
これも全然難しくないってこと。いいですね。また勉強済んだらまたお話しいたします。いいですね。じゃあもう一回戻りますよ。で次この続けて、でこの権利と義務ね、これ法律関係って言いますけどね、成立させる制度としてね、この意思に基づくね、意思表示に基づく契約と意思表示に基づかない不法行為、これがね大別して2つあるんですよ。そういうことですね。いいですね。で次で今度民法の基本原理いきます。こちら見てくださいね。よいしょ。でね、一応これね、学者によって結構あの分類がね、あの分かれるんですけど、一応ここではね、まあ、試験に必要な範囲ということで、一応1番の所有権絶対の原則と、あと2番の契約自由の原則、一応この2つを載っけました、ね、他載っける先生とかもいるんですよ、学者によってはね。ただ一応鑑定士の民法ではね、あの、まあ、この特に2番ですね、2番の私的自治の原則と、あとこれからねこの契約自由の原則ってなんか派生するんですよ、ね、これだけ押さえておけばね、鑑定士の民法では十分ですね。ですからこのね、1番これ所有権絶対の原則って言って、これもね当然どの学者の方にも載ってるんだけど、まあこれ鑑定士の民法ではね、まああんまり使わないんですね。まあ一回これ読んでおけばいいです。読んでおけばいいね。これは上の上記のね、丸2の試験の客体で問題ね関係するものですよ。でこれ読んで字のことしです。所有権絶対の原則、所有権は何らの制限も受けず、これ何人って言います。何人、何人に対しても誰に対しても物の支配を主張することができるっていう、これね、さっきも所有権ってね、これ物件の中のね非常に重要な権利ですよって言いましたけど、これね、この権利の効力っていう点から言うとね、一番強力なんですよ、所有権って。他の物件の中でもいいですね、他の物件よりも効力最強なんですよ、ね、でこれがこの所有権絶対の原則ってものからもこれ現れてますね、現れてる。でもこれ自体ね、答案で書くことはあんまりありませんので、一回読んでおけばいいです。あ、やっぱり所有権ね、これがやっぱり非常に これ強力なんだな、ね、物件の中で大事で、ね、これ強力なんだな、ね、そういうのちょっとイメージとして持っておかれれば OK です。でそれよりもこっち、この2番ですね、これは覚えておいてください。これ私的自治の原則って言います。いいですね、こちら。でこれは上のね、さっきやった丸3の契約に基づく法律関係、ここでね顔出しますよ、そういうことなんですよ。でこれどんなものかというとね、これある程度名前からもね、皆さん内容ある程度推測つくかなと思うんだけど、いきますよ。私的自治ね、これ私的なことに関しては自分で納めるとかね、私的自治の原則とは、すべての個人は自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができ、反面ね、自由な意思によらないでは権利を取得し義務を負わされることはないという、そういう原則なんですね。そういう原則です。これを私的自治の原則って言います。原則、まあ簡単に言うとね、簡単に言うとね、自分のことは自分で決めますよってことですよ。これを保障する、これを私的自治の原則って言ってるんですよ。だから国家から国から干渉されない、また他人からも干渉されないね、自分のことは自分で自分の意思で決定しますよね、本当に簡単に言うとこれですよ。これを私的自治の原則って言ってるだけです。いいですね。でさっきも言いましたけど、こっからこのこちらになっていきますよ。契約自由の原則ってのが派生するんですよ。これ大事なんですよ、大事なの。これ使う、結構答案で使う場合もありますから、この名前を覚えておいてください。いいですね。私的自治の原則、契約自由の原則、一応私的自治の原則からこの契約自由の原則が派生するというふうにね、大体学者が説明するんだけど、ただ実際ほとんど同じ意味で使う場面も結構少なくないんですよ。少なくない。でちょっとこれ見ておきますと、この私的自治の原則は、人は自由な意思に基づいて自由に契約を締結することができるという契約自由の原則として現れるよということで、でこれね、やっぱり2017年の改正によってね、これが実際明文化されてるんですよ。でもちろんこんなね、改正ある前から契約自由の原則って当然認められてて、これ否定する学者は一人もいませんでしたただやっぱ改正でね、あのやっぱ条文の不備ってことでね、一応まあ明文化したっていうだけで、ちょっと一回見ておきますね。521条と522条2個で、ね、またちょっとあの条文書を開けてみてください。521条ですね、こちらいきますよ。条文書59ページです。開けてみてください。こちら、さっきやりましたね、ここね、今度こっちです。さっき522条やったでしょ、今度こっちです。521条ですね、こちら見てください。
ですね。で、タイトルね、契約の締結及び内容の自由。ね、これまさに契約自由の原則なんですよ。ね、もうタイトルからして締結、結ぶか結ばないか。あと結ぶとしてどんな内容にするのか。自由だよ。ね、いきますよ。一項ね。で、何人も法令に別段の、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。これまさに契約自由の原則ですよ。ね。で、二項。契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。これまさにそうですね。これね。これ内容の自由ね。で、ちょっと飛んで。で、さっきね、この522条1項をね、ご覧いただいたんですけど、実はこの同じ522条の2項で、やっぱり契約自由の原則をね、規定してるんですよ。いきますよ。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成、その他の方式を具備することを要しない。これもやっぱり、これ、方式の自由ってことで、ね。これも契約自由の原則の表れって言われてるんですよ。ね。これ、だから原則として、これ、書面の作成いらないよって言ってるの。契約が成立する場合には。で、これさっきやりましたね。これ、皆さん覚えてます？これさっき、前のページですね。合格基礎テキストの前のページですね。このレック体系でやったじゃないですか。ちょっと3ページを戻ってみてください。こちらね。こちら。これですよ。さっき、売買契約は2つの意思表示の合致だけで成立するよって言ったじゃないですか。ね。契約書が必要なんて私一言も言ってませんよね。そういうこと。ね。こちら。で、ちょっと条文戻りますよ。この522条の2項です。こちら見てください。ね。だから、書面の作成。要するに契約書ですよ。契約書面、契約書いらないよ。これが原則です。原則。だから、当事者のね、意思表示の合致だけで足りるよ。ね。で、書面の作成。原則いらないよ。ただ、法令に特別の定めがある場合、これ例外です。例外。これ、例えばね、まあ、無理に覚えなくてもいいですけど、保証契約ですね。保証人になる。その場合は、このね、契約書面、これ作らないとダメなんですよ。作らないと、保証契約っていうのは成立しません。まあ、ちょっと、鑑定士の民法では細かいんで、覚えなくていいです、こんなの。保証人になる場合ね。保証人になる場合です。その場合には、保証契約っていうのは作んなきゃいけないんですよ。そうじゃないと、保証に、ね、保証契約は成立しないことになってます。ただ、鑑定士の民法ではほとんど、使えませんから。ね、これ一回頭通しておけば OK です、ね、で戻りますよ。でもう一回テキストですね、4ページを戻りください。こちらではですね、で今ねちょっと条文もご覧いただきましたね。でちょっと速記いきます。コメント欄見てください。所有権絶対の原則は軽く見とけばいいですよ、ね、これさっき申し上げました。で逆に私的自治の原則はしっかりね押さえておいてくださいねってことで、で、私的自治の原則から契約自由の原則が派生しますよ。共に自由な意思。これを基調としてますよってことで。ね。できるだけ私たち私人の意思を尊重しよう。ね。そういう、思想ですね。考え方がこの根底にあるんですね。よろしいですね。こちら。で、次、今度右のページに行きます。今度5ページですね。よいしょ。で、今度帯番号4番ですね。こちら、5ページ見てください。で、私権の行使に関する一般原則ってことで。で、この一般条項って言葉を覚えちゃってください。一般条項です。ね。これ説明概念に過ぎないんだけど、答案では使わないんだけど、でもこの後、ね、いろんなね、講義の説明の時にこれ使う場面がありますんで、一般条項って言葉、ね、答案では使えませんけど、説明概念としてこれ一応覚えちゃってください。ただ、これね、この一番の審議則って言います。審議誠実の原則。略して審議則っていうのと、あと、この同じページの下。権利乱用の禁止。この二つだけなんですよ。二つだけ。これを一般条項って呼んでます。たった二つだけ。ですね。で、タイトルをもう一回ちょっと見ますと、私権。また出ましたね。司法上の権利の行使に関する一般原則。これを一般条項って呼んでます。ね。でね、まず審議則、これからいきます。で、これね、これ絶対覚えてくださいね。ね。正式名称が審議誠実の原則。でしょ？で、略して審議則って言います。これはね、これ、条文番号も含めて、これ最終的に覚えちゃってください。答案で使うんですよ。使う。この審議則はね、本当にね、論証でも使えます。公格民法でも随所に顔出すから。ね。まあ嫌でもこれ覚えます。
ほっといても、無理に意識しなくても。新月則ときたら1条2個。1条2個。ね。で、ちょっと中身いきますよ。権利の行使、および義務の履行は、真偽に従い、誠実に行わなければならない。これを、真偽誠実の原則。略して真偽則って呼んでます。なんか、誠実にってなんか、法律で規定する言葉じゃないですよね。なんかこれ道徳的な言葉ですよね。それがこの法律である民法で規定してるんですよ。ね。で、権利の行使。ね。で、ちょっとこれ静かにですよ。あと、義務の履行ですね。これ。これ、対になってます。権利の行使の反対ですね。これ、義務の履行。義務の履行の反対が権利の行使。ね。さっきお話したように、権利の反対が義務でしょ。義務の反対が権利。で、権利は行使するって言います。権利を履行するとは言わないんですよ。で、逆に義務はね、行使するって言いません。履行するって言います。ね、この言葉ちょっとね、漢字がね、普段なかなか日常生活で使わないんですけど、これね、この履行って言葉を覚えちゃってください。ですね。これ、果たすってこと。意味は義務を果たすってこと。これを義務の履行って言います。義務の履行。義務を果たすってことね。果たす。よろしいですね。こちら。だから例えば、私が皆さんからね、例えば土地を買った。土地を買った。当然私はお金を払わなきゃいけない。ね、これがまさに義務の履行ですよ。義務の履行。逆に皆さんは私に土地を売った。ね。ってことは、皆さんはその土地を私に引き渡さなきゃいけない。これは皆さん、売り主の義務なんですよ。やっぱり引き渡すっていうのは義務の履行。あるいは不動産だから登記を移転する。これもやっぱり皆さんにとっての義務の履行なんですよ。いいでしょ？ね。これ、履行っていうのは義務を果たすってこと。買い主であればお金を払う。売り主であれば目的物を引き渡す。不動産であれば登記を移転する。ね。これがそれぞれの義務の履行です。いいですね。で、もっと言いますよ。こちら。で、それぞれ。ね。権利の行使も、義務の履行も、ね。誠実にやんなきゃダメだよ。これですよ、簡単に言うと。これ、真偽誠実の原則って言ってます。ね。これ、まあ、ある意味ね、まあ、本当に道徳的なね、感じはいたしますけど、でもこれ、れっきとした法律上の義務なんですよ。だから、これに違反すると、ね、これ、真偽則違反ってことで、法律上のいろんな問題が生じてくるってこと。単に、道徳的な問題で終わらないってこと。道徳的な問題であるならばね、法律上の問題と違って、ね、道徳的な問題であるならば、ね、その後の権利とか義務とかそういう法律上の問題は発生しません。ね、一応、非難されることあっても、法律上の権利義務っていうのは問題にならない。ところが、法律上の問題だったら別なんですよ。ね、権利義務っていうのが問題になってきますから。当然、裁判所に訴えられる恐れが出てくるってこと。道徳違反で訴えられることはありません。法律上の義務じゃないから。そういうこと。法律上の義務は違いますね。法律上の義務は。これね、違反した場合には訴えられる恐れがある。そういうこと。ね、だから法律と道徳ってやっぱレベルが違うんですね。道徳違反で訴えられる恐れはない。義務じゃないから。法律上の義務じゃないから。法律上の義務は当然法律上の義務、訴えられる恐れがある。いいですね。こちらで、これそれぞれね、これイメージは全然難しくないと思います。難しくないと思う。例えば私がね、皆さんからお金借りました。私がお金借りたとします。いいですね。で、一応ね、まあ5万ぐらいね、私が皆さんからお金借りたとします。いいですね。で、一応5万借りた。で、返済期日を来週の月曜日としました。返済期日を来週の月曜日。で、皆さんが私の家に来てくれて、で、その時に私が玄関口で、じゃあその時お返ししますねって約束したとします。いいですね。で、そうすると普通であれば、皆さんがね、私の家にね、5万円返してくださいって言って私の家に訪れるのは、通常その月曜日の日中ですよね。日中。夜中に来ることはないでしょ。ね。一応来週の月曜日っていうふうに期限を定めた。ね。すると、皆さんがね、ね、日曜日から月曜日に変わった瞬間ですよ。ね。私の家、夜中を訪れて、ね。豊川さん、5万円返してください。皆さんが私に請求する。これは一応形の上では権利の行使になってるけど、確かに月曜日だから。月曜日だから。私は請求されてもしょうがないんだけど、でもこれは真偽則違反でしょってこと。いいですね。こんな形で。ね。だからこれ本当にね、一応真偽則違反、今の事例ですね。皆さんが夜中に私の家に訪ねてきて、ね、月曜日だから返してください。ね、これはこの権利の行使、ね、真偽則違反。で、それと同時に、
こっちにも当たる可能性ありますね。権利の乱用。ね。これ権利の乱用っていうのは権利は持ってるんですよ。権利は持ってるの。ね。だけど、その行使が、ね、一定の制限を超えてるってこと。ね、許容限度を超えてるってこと。こういうのを権利の乱用って言って、これは禁止されます。これが次の一条三項です。権利の乱用はこれを許さないよってことで。ね。こちらに当たる可能性もありますよね。皆さんが月曜日になった途端、夜中、私の家訪ねてきて、5万円返してくださいということ。いいですね。これはちょっとね、ね、いかがかなと。あと義務の履行もこんな形でちょっとイメージなさってみてください。ともかく、権利の行使も義務の履行も、ともにね、審議、従い、誠実にやんなきゃダメだよ。これが新規則です。で、あと、今ご覧いただいた権利の乱用ですね。こちらもやっぱり一般条項なんだけど、ね。ただこれね、あんまり問題、鑑定書民法であんまり問題にならないんですよ。ね。従ってここね、一応ね、これ過去に問題となったこれ事例、これ実際これ裁判になったんですよ。裁判になった事例が一応ね、こちら裏のページまで一応続けて載っけてあるんですけど、これ後で一回ざーっと目を通してみてください。それで結構です。これね。これ A の、これ温泉旅館ですね。温泉旅館。これね、これ温泉の源泉からこの引頭管ってこれ引いた。そしたら A がね、これ俺の土地にかかってるよ。ね。これどけてくれよ。A がこれ B を訴えたんですよ。ね。そしたら B が、いや、それ権利の乱用だよ。確かにね、この引頭管 A さんの土地にちょっとかかってるかもしれないけど、別にあなたはそれによってなんだ、損害被ってないでしょ。権利の乱用だよって主張した。ね。まさにこんな事例なんですよ。で、これ結論としては、これ B が勝ちました。ね。要するに A の権利の乱用を認めたんですよ。だからこれ、引頭管どけろ。ね。この請求を棄却しました。そういうこと。で、その辺が上がってますから、これはまた後で一回見てもらったらいいです。こういうのも面白いですけどね。ただ、鑑定士の民法ではちょっとね、あんまりこの権利の乱用は問題となりません。ね。従ってさっきの審議則、これはよく使います。これはよく使うから、ね。こちら、しっかりと押さえておいてください。ですね。権利の行使も義務の履行も、ね。これ、誠実にやんなきゃダメだよ。ダメだよ。ね。こちら。で、あとね、この審議則の派生するね、場面として、一応この3つあるんですけど、これはね、これ、規範限とか、クリーンハンズとか、権利執行の原則とか、これね、3つ。これ、審議則からこれ派生するものなんだけど、これはね、鑑定士民法では使いません。だから、これ、この3つは気にしなくていいです。ね、答案でも使えません。で、あと、側中ですね。こちら、ね。こちら、ちょっと一回読んでおきますよ。コメント欄見てくださいね。審議則、審議誠実の原則も、あと、権利乱用の禁止も、他の条文や理論で解決できないときに、やむを得ず、最終的に使う規定。ね、これ一般条項って言うんですね。これね、さっきやりましたね。ね。ですよと。したがって、他の条文や理論での解決を考えないで、いきなり、審議則や権利の乱用を持ち出して結論を導くことは答案上好ましくないので注意してくださいねってことで。ね。これ何言ってるか分かります？要するに、これね、審議則っていうのはね、どんな場面でも使えちゃうんですよ。使えちゃう。ね。とにかく審議則違反だ。審議則違反だ。ね。これどんな場面でも使えちゃう。そうすると、ね。この法律関係の安定というのが図れなくなっちゃうんですよ。どういうことかというとね、実際に皆さんが、ね、また、あるいは私なんかもそうだけど、裁判を起こすときっていうのはね、これ裁判を起こしたときに裁判所がどんな判断をしてくれるのかな、ある程度予測を立てて裁判を起こすわけですよ。初めからね、勝ち目のない裁判なんか起こすわけない。だけど、すべての法律問題をとにかく全部、この審議則で処理するとなると、ある裁判官は審議則に違反しないっていう。またある裁判官は審議則に違反するっていうふうに言う可能性が出てくるわけですよ。ね。だって審議に反するかどうかなんてのは多分にこれ道徳的な要素が入ってくる。だから裁判官によって判断が大きく分かれる可能性十分あるんですよ。そうすると裁判を起こそうとした時に怖くて起こせなくなっちゃうんですよ。あの A さんっていう裁判官だったら審議則違反ね、というふうにしないかもしれない。でも、もし B さんっていう裁判官にぶつかったらね、審議則違反というふうにする可能性もあるかもしれない。ただ、訴えを起こす方は、その後自分が訴えを起こしたその裁判がどんな結論になるのか予測は立たない。すると、訴えを控えるってことになりかねない。そうですね。また、裁判官によって結論がまちまちになっちゃうんですよ。同じ事案なのに。
裁判が結論がまちまちになっちゃう。これでは法的安定性を害するって言い方を学者がするんですよ。予測できない、予測できないってこと。裁判を起こす側からすると怖くて裁判を起こせなくなっちゃう。この点を捉えて法的安定性を害するって言います。だからある意味これマジックワードですね。審議則っていうのはマジックワードです。ある裁判官は審議則違反だっていう、また別の裁判官は審議則違反じゃないっていうふうに言う。その可能性が高いね。多分に道徳的な要素が入ってくるからです。だからある意味便利なんですよ審議則っていうのは。私昔大学で講義受けた時にね、実は民法でね、まあ、当時は1044条、今はね改正で1050条あるけど、こんなに条文いらないんだって先生に教わったんですよ、ね、実はこの審議則さえあれば全部裁判で解決できるんだよって私教わったんですよ。その意味がそういうことなんですよ、ね、いざという時は裁判官全部審議則で処理できる。でも全部審議則で処理すると、ね、裁判の見通しが読めない、法的安定性害して、結局勝ち目、ね、本当だったら勝てるはずの裁判で訴え起こさないで結局泣き寝入りしてしまう、そういう可能性が十分あるんですよ。だからこの審議則はむやみに使わないでくださいね。それがこれここの意味ですいいですね。だからあくまでも最終手段です。最終手段、他の条文とかあるいは理論で解決できるんだったらこの審議則は使わないでくださいね。そういうことね。これぜひ頭入れといてください。一種のマジックワードです。マジックワードですね。で、あと最後、ちょっとやっちゃいますね。で、あと、今度、6ページ見てください。一応、ここまでやっちゃいますね。こちらに、民法の解釈方法って上がってます。これね、面白いんですよ。で、民法ね、これ、いわゆる法解釈なんだけど、ね、これ、いろんなね、種類があって、一応、ここにはね、鑑定士の民法で使う。一応、3つだけ、載っけました。直接適用、これが原則ね。で、反対解釈。で、類推適用。で、実はね、他にもあるんですよ。他にもいろんなね、解釈の方法があるんだけど、鑑定士の試験対策としてはこの3つ。ね。これだけ覚えておけば OK だし、逆に言うとこの3つはね、覚えておいてほしいんですよ。ね。で、いきますよ。例えば、ある職場にね、犬を連れてきてはいけないというルールがあったとします。これはある意味ね、その職場にあった法律みたいなもんでしょ。法律みたいなもの。ね。で、これを前提に見ていきます。犬を連れてきちゃダメだよ。いいですね。これ法律みたいなもんってことで見ててくださいね。で、まず直接適用、これ原則なんだけど、これどんなものかっていうと、犬を連れてきちゃダメだよってことだからね、犬を連れてきたらルール違反と考えるとね、すなわちこのルールね、これは法律ですよ。これをそのまんま適用する。だから犬を連れてきた場面だけね、適用するってこと。いいですね。で、今度反対解釈言います。これ名前の通りで逆に考えるんですよ。で、猫は犬とは違うから、猫を連れてくることはルール違反じゃないと考えるんですよ。ね。これ、ルールの表現の反対は OK、許されと考える。これは反対解釈って言います。ね。だから犬はダメだよ。だったら猫はいいんでしょ。ね。これは反対解釈って言います。まあ、ちょっとヘリクスですけど。でもこれね、効果家の論書で使う場面があるんですよ。使う場面があるの。決してヘリクスとは言えない。そういう場面があるんで。ね。一応この反対解釈、ちょっとイメージは押さえておいてください。猫は OK ってやつね。で、最後、これが一番重要、類推適用って言います。これ結構使います。結構使う、答案でも効果にも載ってます。で、その職場のルール趣旨、これに遡って考えるんですよ。で、このね、犬を連れてきちゃダメだよ、この職場のルールのね、趣旨目的が落ち着いた職場環境の確保にあると考えるとするならば、当然犬だけじゃなくて、で、右のページ見てください、猫を連れてくることも当然この趣旨目的に反しますよね。だから猫を連れてきてもダメだよ、そういうふうに考える。これを類推適用って言うんですよ。類推適用、これ説得力あるでしょ。ね、単にこのね、規定してるね、犬って言葉だけにね、こだわるんじゃなくて、この趣旨、規定した趣旨に遡って考えるね。それ趣旨に遡ってこの規定の射程範囲を考えるんですよ。こういうの類推適用って言います。よしですね、これ遡るんだよってことでね、これぜひ理解しておいてください。これいろんなところで使いますから、効果家でもね、これ結構使ってますんで、よろしいでしょうか。いいですね。一応こんなところですね。まあ、今回1回目随分ね、いろいろ喋ってきましたけども、まあ、今回ですね、合格基礎テキスト7ページまでやりましたね。で、一応復習ですけども、この講座の中でね、私が触れたところはしっかりとね、もう一回確認をしておいてください。
特に書き込んだり、ね、説明に結構時間かけたから、もう一回しっかりテキストとか、ね、また今回あの効果器はほとんど使ってませんけど、効果器を使ったんであれば効果器もね合わせて確認していくようになさってください。またちょっと余裕があったらね、ちょっと名刀しておいてくださいねとコメントしたところについてもね、もし余裕があったらね、あの講座内で触れてなくてもね、ちょっとまあ軽く目を通すようにしてみてください。そういう形でね、ぜひ予習はいいです、予習はいらないんで、復習に時間をかけてじっくりやってみてください。いいですね。じゃあ以上で1回目の講義終わります。お疲れ様でした。